はいどうも、携帯アプリのプレイ実況をお送りしているものです。今回はですね、 I Guess the First Mission というプレステ2のペルソナ3の、外伝のアプリをお送りしていこうと思います。これはね、3のアクションゲームでして、本編の確か10年ぐらい前にこの人型戦車シャドウっていうその敵がいるんですけど、それを討伐するためのこのロボット少女が戦う、そんな話だったと思います。一応初見ではないというか、ちょっと遊んだんですけどね。まあやっていきましょう。で、これオープニングが流れてます。でですね、これは確かこれが屋久島です。そうですね、これはこのゲームは確か4年ぐらい前かな、 3,4 年ぐらい前に配信されてると思うんですけど、それでですね、こんな 3D で水の流れる演出とかもね、ちゃんと出てできてるっていうね、なかなかよくできたゲームなんですよ。ユースはね、あまりやっぱり脚光を浴びてないというか、そういうわけじゃないのかもしれないですけど、まあ携帯アプリっていうジャンル自体がもうすでに下火だと思うんですよね。まあ多分死にゆくジャンルですよ、携帯アプリは。現にこの I Guess the First Mission 出した女神転生モバイルていうか、女神転生のそのアプリを配信してるサイトではもう半年以上更新が止まってます。確か最終更新日が2月6日とかそんな感じだったと思いますんで、そうですよね、もう今携帯ゲーム機なんてもう溢れてますし、 3DS だの PSP だのね、しかもスマホが今主流じゃないですか。もう触ったことないんですけど、あの田舎者なんで、田舎者っていうかね、最先端恐怖症と言いますか、あまりこう先進的な機械には全然触れないタイプなんで、やっぱそういうのだとね、もっとこう、これは携帯のか多分限界ぐらいだと思うんですけど、もっともっとすごいこう技術を盛り込んだゲームがね、簡単に配信されてると思うんですよね。だからどんどんこういうなんていうの、ゲームハードとしては劣ってるこういうアプリは、まあ、駆逐されていく運命なんじゃないかなと。ですけどね、そういうのもね、やっぱりこう残しておきたいと言いますか、一応こうニコニコ動画に動画として残しておけば、もし仮に誰かがこのゲームのこと知りたいなと思ったら、それ参照できるじゃないですか。そのためにもね、こういうなんていうの、アプリのね、実況を残していきたいなと思って、こういうことを、まあ、始めたというのもありまして、まあ、もしかしたらもう今までの実況でこういうことを話したかもしれないです。失礼言いましたね。七色アイギスというのがこのゲームの主人公です。まあ、すぐ出てきますんで、ちょっとお待ちくださいね。というわけでね、今回もこうやって実況をやっていこうと思うんですけど、まあね、そう見てくださってる方いないんじゃないかなと思いますけど、それでもね、そろそろ一番最初にアップした、何でしたっけ、デビルメイクライが100再生ぐらいいくんじゃないかなと思ってますんで、まあちょっと見てくださってる方がいるんだなぁと、まあ、それを励みにこうやって今回も頑張らせていただきますんで、どうかよろしくお願いします。9月からね、結構忙しくなってるんで、あんまりそう頻繁っていう言葉あんのかな、頻繁に実況することはできないと思うんですけど、まあ、気が向いたらちらっと覗いてみてください。よろしくお願いします。ではね、本編がようやく始まった感じなんで見ていきましょう。でこの金髪の少女がアイギスというロボットです。でこのアイザワというのがこのアイギスを指導する教官、出ました、アイギスの立ち絵、はいですね、立ち絵というかな、バストアップ、いや肩上です。でね、こう物語の中でいくつかこう選択肢が出るんですけど、基本的にどれも変わらないんですよ。ただアイギスの反応を楽しもうっていうね。じゃあ、このもやし、あ、もしや、アイザワ、私の名前に共通部分がってことね、アイギスとアイザワの愛が似てるとかね、そういうところをね、突っ込む、このやっぱりずれた会話をね、楽しむのはこのアイギスの、ね、楽しみ方の一つだと思うんで、まあロボットなんでね、そこら辺は仕方ないんじゃないかなと。相変わらず今日もカミカミですね。 2DN と喉がちょっと枯れてて、しかも少しお腹痛いんで腹痛実況です。ちょっと失礼。よし、読み上げはね、あんまり好評じゃないと思うんでやりませんが、読んでおいてくれ、読んでおいてくれ、読んでください、お願いします。
ちょっとね、こう、気を緩めるとね、もう聞き取れないぐらいのボソボソ声になっちゃうんで、こう、張って声を出していかないとね、いませんね。ダーッとね。この女性とこの相沢という男性は本編に出てこないんで、ペルソナ3やったことある方でも見たことないと思います。結構オリキャラですよね、要するに。でも、オリキャラもちゃんと公式のイラストレーターさんが描いてると。君島優さん。この人がですね、非常に重要な人物です。人物になってきます。若そうに見えますけど、このアイギスという極秘のロボットの研究士に結構すごい人ってことですね。あ、一応キプレイではあります。配信当時に一応全クリはしてますけど、まあ内容はあまり覚えてません。でね、後でまた説明しますけど、ちょっと変則的なというか、裏でレベルアップをしておくみたいな感じになると思うんで、それは2回目以降にまあ詳しく説明します。とりあえず今日は、ね、いけるところまでやってきます。あんまり実況になってません。すいません。ちょっとゲームの内容に触れた方がいいですよね。このアイギスというのがこの屋久島で演習すると。このアイギスというのはシャドウっていう、なんつうかね、魔物の、魔物を退治するために作られたロボット、人型戦車です。戦車って言うのは、戦車だったかね。なんか変わった呼び方があった気がするんですけど。よし、まあ、いいや、行きましょう。一応話しておきますね。では外に出ましょう。このゲームは 3D アクションゲームです。そう、私やってるのは全部 3D アクションゲームですよね。あのメタルギアソリッドとかデビルメイクライとか、今回もこんな感じで。でね、録画には今回アマレッココを採用しましたんで、まあその 30fps 再現できてるんじゃないかなと思います。今まではねガハマルカって 15fps で 15fps で撮ってたんですけど、それだとね、それでも処理落ちしてね、カクカクになっちゃうんで、今回大丈夫じゃないかなと。で、このアイギスというのはこう2段ジャンプができると。そうですね、本編ではこんなこと語られてなかったんですけどね、2段ジャンプができるロボットと。お、光の演出がすごいですね。こう、トコトコトコと歩いてきてました。アイザーです。ここで1日目の演習というか訓練が行われます。相沢壮太っていうのはこの人のフルネーム。よくアニメとかゲームでこういう目の下に来るような黒い丸眼鏡を見るけど、これって意味あるんですかね。こういうの好きですけど、なんていうの、ジョン、まあ、いや、ビシッとでありますが、どっとっと、先生これペルソナ3本編をやったことある人ならもうお分かりかと思いますが、このアイギスの口調はこのデアリマス口調っていうのがまあ特徴の一つでして、それがねこの相沢壮太のせいということね。全部こいつは悪い、大体こいつのせいというのがね、そういう裏話を入れるのがこのアプリ版のザ・ファーストミッションというわけでね、まあ、こういうね、こういうゲーム、こういうなんていうの、あまりやる人がいないような外伝をやらないとわからないことも結構多いと。よしよし、そういうのを伝えるのもね、私の使命、使命ってことはないけど、まあそういうのをこうどこかに残していきたいなというのもね、私のなんつうの目標というか。ところでね、これ編集の時どうするかわからないんですけど、かなり無音パートが多いですよね。これはね、携帯アプリっていう、そのなんていうの、容量の制限がかなり厳しいジャンルのために、こう音楽がたびたびカットされてしまってると。もしくは同じ音楽をひたすら使い回さざるを得ない状況にあると。というわけでですね、ここら辺はまあ、多分何かしらの音楽を入れると思いますよ。
と思いたいんですけど、聞かなくてもあっせ、相沢のことを聞いてなかったと。なんだか汚臭い話があってから演習を開始しますと、ここで操作の確認をしておきましょう。とか多分相沢が説明してくれると思うんですけど、まあ、これ携帯ということでね、やっぱり操作のキーの数は限られてますね。そう、上下左右キーで動ける。そうそう、攻撃も同様というのがね、これ面白いところでして、十字キーで動くともその方向に攻撃するんですよ。です、まあちょっと試しにやってみましょう。始まりました。例えば、ここで左ボタンを押すと、一発撃って、二発か撃って走ります。というわけでね、たくさん攻撃したいときは、上方向にこう連打。連打すると、壊すことができます。これ。こう。いいですね。もちろん動かないでこれするのもできるんですけど、別の数字キーを押さないといけなくて、非常にめんどくさいんで、まあ、それとですね、何でしたっけ、右ソフトキーで、パラディオンというペルソナを出すことができます。右下の SP というのはマックスにならないと、2発目を打つことはできないんですけど、非常に強力な攻撃なんでね、有効に使っていきたいなと。よし。こんな感じで第1日目は、というかパート1は、演習をこなしていこうと思います。2日目からね、広いマップというかね、森の中とか、海辺とかをね、こう、散策するような回になると思うんでね、もうちょっと、見た目がよろしいと言いますか、なんていうか、面白いものになるんじゃないかなと思います。こうやってアダッシュケースみたいのをひたすら集めていくと。傷口とか。このゲームは回復方法がね、拠点に戻るか、こういう傷口とか使うかしかないんで、また後で説明しますけど、敵の攻撃は非常に痛いゲームなんですね。これアクションゲームの割には結構ね、見た目に反してねシビアなところがあるんで、ここはねちょっと何かしらの対策を講じていかないとということで、よしよし、これで全部かな。よし、これでいいですね。もうすでになんだか 息が上がってるというか、喉が枯れてきてるんですけど、今日は、喉飴がないな。そう、さっき出したのがこのペルソナってやつで。さっき出さないでここで出すべきでしたね。よしよしよし。そう、SP ゲージが溜まってないと使えないと。まあ、お見せしましょう、もう一回。このペルソナっていうのがですね、アイギスのレベルが上がると色々スキルが増えます。まあ、具体的には毒を回復したり、拠点に戻るスキルを覚えたりとか。よし、こんな感じでねやっていきますよ。よしよし、こういうブロックで出てるのは通常攻撃では倒せない。敵の中にもこういうやつがいるんでね、それにはこうやってペルソナを効果的に使っていきましょうというそういうお話。おっと、失敗した。はい、余裕ですね。今説明したことですね。ペルソナをつかないと倒せない敵がいると。一発外すともう SP が溜まるまで攻撃できないから、そういう敵は厄介ですよね。ん？ああ、そうそうそう。アイギスはいくつかの武器を使えるんですけど、確か、片手両手、あと近接とか、そんな感じだったと思います。まあ、それのうちお見せします。全部手に入ると思うんで。複合試験、確か制限時間があるものだったと思います。ですがね、これかなり余裕なんで、そう焦らなくても大丈夫だと思います。あー、何が余裕だよ、まったく。よししかし音楽の1ループがなんつうか非常に短いなぁ。おぉ、失敗。
右ソフトキー、左ソフトキーにね、こういうメニュー画面が出ると。このメニュー画面も、ペルソナ3本編をやったことある人には懐かしい感じがするんじゃないかなと思います。この青と、黄色はないか。黄色の、このね、斬新な配色ですよね。このセンスがすごいですよね。ペルソナ3シリーズっていうのは。これだけだとちょっと分かりづらいですけど、やったことない方は一度ね、動画を見るなり、本編やるなりしてみると面白いですよ、ね。かなり人気のあるシリーズなんで、ペルソナ3をやってない人で、この動画を見てる人がいるのかという話ですけど。よしよしよし。はい、ステージ1クリアっと。うわ、暑い暑い、まだ暑いっすね。いやー、おっと、教官がいませんよと。よしよし。あ、出てきます。こいつがシャドウってやつです。よし、行きましょう。最初の戦いですけど、油断するとここでもおっと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 、いきなりああいう風にタコ殴りされて死ぬこともあり得るんで、使ってみましょうか。痛いですね。24。ね、一応4回までなら耐えられる、耐えられるけど食らいたくない。レベルアップした。レベルアップするとマックスになります。というわけでね、攻撃がね結構痛いんですよ。しかも無敵時間が確かないかな、ないんで、下手すると敵の連続攻撃で一瞬でアイリスは蒸発してしまうということもあるんですよ。リーマンも訓練の一環だったということで。よしよし。はい、本日の演習はここまでと。あ、まだ、まずはこれはまだ、しまって失敗しました。すいません。本当に置いてあったりしないかな。しないね。これラボに戻って、1日目は終了ですね。どうしましょうかね。連続で撮っちゃおうか。まあそんなコメントもつかないと思うんで、米返しを考えて、パート2を撮るこ、パート2撮るの先延ばしすることもそんなないような気もするんですけど。まあ、まあいいか。まあ、暑いし今日はこれで実況を終えて、もう一本の方の実況頑張ろうかな。まあとりあえず彼らの会話を楽しんでください。ってありますって、そんなに特殊な言葉遣いですかね。驚くほどでもないと思うんですけどね。むしろロボットがでありますとか話してるんで、それほど違和感はないというか。まあまあまあ、そういうことなんでしょう。みたいなと。何がそういうことなのかよくわかんないですけど。どうしよう。じゃあ1週間に1回ぐらいの更新にしようかなとか今考えてたんですけど、ちょっとね、年末までかなり忙しいんですよね。仕事もなんですけど、ちょっと裏で趣味で絵を描いたり、ネトゲをやったり、あと小説書いたりとか、いろいろしたいことが多いんですよ。ほんと毎年毎年年末は修羅場です。1日の睡眠が大体平均2時間の12月とはザラです。まあそんな12月が嫌いじゃない。このアイギスもね、パート5つぐらいになるかなーって感じなんですけど、パート10ぐらいで終われますかね。終われますかって視聴者さんに聞いてもどうしようもないんですけどね。あ、すいません。彼らとまあ話すというのがあるのかな。ですね、一応話してから終わりにしましょうか。じゃあまずは君島さんと挨拶か。アイズアウト。ですね、この女性の方は私が武器開発の須山さんか。なんだか男の人みたいな感じもしますけど、確か女性だったと思います。そうですね、どう考えても女性の名前ですね。佐山京子さん。
整備担当ということで、この人が武器を作ってくれますけど有料です。非常に世知辛い世の中です。演習なのに最後はこの男性ですか。この男性はペルソナ3やったことある人なら誰だかわかると思います。竹場さんです。竹場ゆかりのお父さんです。本編では確か死んでましたね。ネタバレですけど、そうそうそう、このね本編では亡くなられた方のがね、亡くなられた方が生き生きしてないけど生きてるところを見られるというのもね、まあこれの一つの魅力というか特徴ですね。しかしなんでこの人はこんな暗い表情なんですかね。常にすごく神奇臭いというか、なんていうか。じゃあパート1はこれでおしまいとしましょうか。視聴してくださって最後で噛んだ、ご視聴いただき本当にありがとうございました。次回も頑張る、次回こそ頑張ろうと思いますので、どうかよろしくお願いします。それではさようなら。はい、それではアイギスザファーストミッション第2回の実況を始めていきたいと思います。今回はそうですね、確か2日目で外に出て練習を始めようということでやっていきましょう。外に出ますと、まあ、このように出ますと後ろからアイゾアが来ます。ここでね、また第2弾チュートリアルみたいなのが始まりまして、ロボコちゃん、まさにロボコちゃんですよね。この人は普通ですよね。あ、いやいや、アイギなんて言いますか、しまった、取り直しが効かないんだこれ。なんていうか、相沢さんって普通の人ですよね。ちょっと今のはちょっとスルーでいいんですけど、そうそう、普通ね、そう、普通が一番。なんていうか、こういう感じのおっさんいそうですよね。そうで、今回はこの山の一部が演習エリアになってると。いかん、カミカミだ。今回取り直しが効かないのに、こんなんじゃいけますね。で、そう、大型シャドウを倒すまでが演習です。正確には帰ってくるまでなんですけど、まあまあそれはね。で、途中には仕掛けがあるから、それを解いていこうと。まあ大した仕掛けじゃないんで、そこはまあサクッと終わらせられるかなと思ってます。でもアイギーさん、何でもこう壊したがる性癖があると言いますか、まあダティンロボットじゃないんで銃持ってるわけでしてね。そうそう、この前にチュートリアルがあります。まずダメージについてと。ダメージがゼロになってしまうパターンと。そう、このゲームはレベルが低いともう攻撃が効かないというね、1でも与えられればまだちょっと活路は満たせそうなんですけど、完全に効かなくなっちゃうんで、レベルはねちゃんと上げていかないと。基本的にステージ進めると戻れないんで、下手すると積むような状況もあり得るんじゃないかなと思います。まあよほどの無茶しなければそんなことはないと思いますけど。で、次ペルソナについて、パラディオンですね。成長する要素がある。もうこれ前回説明しちゃいましたけど、アイギスのレベルが上がっていくと、このパラディオンはいろんなスキルを覚えるようになります。まあ、全部で4つぐらいですけど、まあ、攻撃スキルもあるんで、そこはまあお楽しみに。で、武器について、武器は3種類でしたね。武器の切り替えはメニューからウェポンを開くことで選択できると。そう、戦闘中でもこのシャープキーを押すことで武器をこまめに変えていくことができます。で、最後、状態異常について。これロボットですけど、一応状態異常というものがあります。そう、毒がありまして、毒を食らうと回復はね、確か自然回復はできなかったと思います。ポズムディっていう魔法を使うか、何でしたっけ、ポイズンジェムかなんか、そんな感じのアイテムを使って回復しないと、アイケスの HP はどんどん減ってしまいます。しかも割合で減っていくので、レベルが高くても恐ろしいというね。結構いるんですよね、毒使ってくるやつらは。しかもそれは回避しづらいんで、そこは難易度が高いと。ではミッション2やっていきましょう。まあ、最初からグダってしまいましたけど、ここからちゃんとやっていければなと思います。こっちはまあ下に向かえばいいんで。お、始まりましたね。曲いいですよね。ではまずは米返しもちょっとしていこうかなと思うんですけど、まあ、その前にね、このゲームは結構鬼畜だということだけを最初見ていただきましょう。敵が出ましたね。まあ、こいつが一番弱いやつなんで大丈夫なんですけど、こうやって攻撃してるとどんどん近づいてしまうので、まあ、どうしても当たってしまいそうになるんですよね。で、
これはいいんですよ。まあ、とりあえずこうサクサク進めておきます。あ、手が歩いてますね。こいつもシャドウです。で、まあ、この辺はまだ倒せるって言ってもまあ倒せますよね。こんな感じで普通に最初の敵にしたら HP 高いなって感じがしますけど。で、じゃあまずこっちに進んでみましょう。下方向に。トラストジェム、これは拠点に帰るアイテムです。ジャンプしながら、多分ジャンプしながらの方が早いと思うんで。でですね、そろそろ来ますよ。入り口から数マップ進んだだけなので、飛んでる敵、飛んでる敵は攻撃、ジャンプ中に攻撃やったりしないといけないんですけど、4ですよ、いきなりダメージ。さっきまで21だったのに今度はもう4。しかも HP はやっぱ高いんだよ。高い、高いわけじゃない、 HP 同じぐらいなんですけど。おお、しかも来ましたか、今ダメージ43、一撃で43です。しかも無敵時間ないんで、下手すると瞬殺ですとか、瞬殺されます、されます。おおお、なので本当に引き、でも引きつけながらといってもね、奥の敵がこう寄ってきちゃうんでね、なかなか釣ることもね、うまくできないっていうね、恐ろしいですよね。という夢を見たのだと。というわけでですね、あれレベル1上げるとダメージ10ぐらいになったりするんで、すぐ楽になるんですけど、ちょっとレベル上げながらゲームを進めるとめんどくさいことになるんで、すいませんが、毎回毎回ね、私がこうレベル上げたデータも、あ、普通に進めるデータを用意して、なおかつこう、なんて言いますか、レベルを上げたデータも用意するみたいな2段構成でね、やっていこうかなと思って、もうこんなにレベル上げたデータがちゃんと用意してあるっていうね、アホかっていう。で、これはどこだったか、そう、さっき死んだところだったと思います。で、ここからスタート。今レベル6です。サクサクですね。さっき4だったのが今39です。もう10倍ですよ、レベル2から6に上げただけで。で、もうちょっとレベル上げてもいいんですけど、レベル上げるとね、敵の経験値がね、がっつり減るんですよ、このゲーム。というわけでね、あんまりそう上げることもね、できないっていう。まあ上げられるだけ上げてから進めば、まあ、問題ないんですけど。で、じゃあまあサクサク進めていきましょう。こいつの名前はクピド、キューピッドみたいな名前だったと思います、あの本編ではね。よしよし、本編全然苦戦しない敵だったのにな。よし、倒すとお金も手に入るので、ね、きっちり集めていこうと。おお、やばいやばい。でもダメージも見ました、10ですよ。防御装備とか買ってないんですけど、ダメージが43から10まで落ちたと。ね、本当レベルが大事なゲームなんでね、無茶はできませんよ、アクションとはいえ。出ました、タワー、これもシャドウです。それじゃあ、まあここからはこんな感じで進むだけになるんで、操作をしつつ米返しをしようかと。ちゃんとした米返しをするのは生まれて初めてかもしれません。すいません、ズボラな実況者で。これで第4作目になるのにね、本当申し訳ない。あ、その前にパスワードの7というのを手に入れます。で、パスワードを3つ集めると鍵が開くみたいなところが、まあ、それが相沢の言ってた仕掛けなんでね。筆跡がラフでありますっていう、まあ、表現がまたね、独特で、アイギス節と言いますか。あ、じゃあ米返しにしてきますか。カットしてもいいけど、じゃあまずは多分ここに文字入れると思うんですけど、まだ、どれがいいかな。まずいただいたコメントが、どうやって撮ってるの、直接撮りというのは34秒の方で、どうもありがとうございます。これはですね、携帯電話、直接撮りです。携帯電話の上にウェブカメラを設置してるんです。 でもただ設置するだけだと反射光とか入ってる、すごい見づらいと思うんで、見づらいんですよ。今もね、反射光1点だけ入ってるんですよ、右下のところにね、ちょっとピカっていうのがね。これはどうしても吸い切れなかったところなんですけど、本当に、ね、この携帯電話を四角い箱で覆って、その中に、なんだ、ウェブカメラを設置してるんですよ。で、ウェブカメラもオートフォーカス付きのじゃないと、このかなり近い距離が取れないんで、それもちょっと機種選びとか結構大変だったんですよね。で、いろいろネジとかプラバンとか使ってあげて、まあ、そのうちね、写真付きで紹介したいなと思います。パラッと、どうもコメントありがとうございました。で、次は4分10秒の方、これ結構音楽いいんだよなと。あ、これが仕掛けね。そうですね、これはキプレイの方がいらっしゃってくださったみたいで、本当ありがとうございます。やっぱりいるんですよね、ちょっと嬉しいですね。で、これが相沢の作った仕掛けで、電子ロックと、軟禁状だけど電子ロックでね、
アイギさんでどう考えても俺2段壊さなくても2段ジャンプで飛び越せそうなんですけど、まあ、ちゃんと開けなさいということで、まあ、練習ですからね、これも訓練と。でね、そう、音楽いいですよね。まあ、無音の部分が多いのは携帯と容量の問題でしかないと思うんですけど、ちゃんと新規音楽で、しかもこうなかなかこの森の音楽とか私好きですね。これは2個目のパスワード、筆跡はガサッとか、ラフの次はガサッというわけでね。そうですね、本当、あ、コメントありがとうございました。このペルソナ、アイギズ・ザ・ファーストミッション以外にもいろいろ出てますよね、ペルソナ系は。基本的にね、私はアプリするときは音楽聴いてないとか、イヤホン繋いでないと聴けないんですけど、それでもね、ペルソナ系だとあれですよ、ベルベットルームの全ての魂の人の歌のアレンジとかがタイトルに入ってるシリーズもあったと思うんでね、まあ音楽聴きながらやるとより一層楽しめるかなと、まあそんなことを考えてみたり、ペルソナ1、2の外伝も出てるんですけど、それもやろうか、いや、やるほどでもないかな、まあ気が向いたらやると思います。で、まあ一旦ここで拠点に戻ります。HP は回復しましたね。で、一回ラボに戻ります。あれ、あ、そうそう、まず佐山さんからお話を聞きましょう。この人がね、武器を作ってくれるってことは確かお話ししたし、この佐山さん自身も今説明してくれたような気がするんですけど、そう、必要なものがお金です。で、なんでお金が必要かというと、パーツの原価なんですけど、そう、その君島優っていうあの主任の人が予算のね申請をし忘れたんで、でもこのシャドウが持ってるお金っていうのも霧城グループがこうシャドウに、はいどうぞはいどうぞ配ってるんじゃないかなみたいな気もするんですけど、あ、間違えた、あ、傷癖もらっちゃった、やっきー、土の地面、障害物の樹木と、そのうちね、ほんと案内してくれると思います。なんかロボットが楽しみでありますよ、なんだか変わってるけどいいですよね。で、こう一回間に話しかけないと話が進まないんでね。そう、まずパスワード2つ見つけてますけど、そうね、 3つがどうしても見つからないって、全然探索パートは見せてないんですけど、初心に帰るということで初期設定のリセットっていうね、その発想の跳躍が素晴らしいですよね、アイギスは。これあれですかね、テキスト書いてるのは本編と同じ方ですかね、このアイギス節は。なかなか真似できないと思うんですけど、まあ一回ちょっと工房に行ったら武器変えたかな、武器アイテム購入すると、あ、なんか変えますね、エルハムランク B、 これ今使ってる武器の一つ上のバージョン、すいません、やめて、防具も、そうですね、まあ変える分だけ買ってきましょう。エルハンブルト8万あればそのランク A が変えてしまうんですけど、あ、変えないな、レベルを上げないとね、装備ができないで、ね、レベルが上にだいぶ先ですね。で、とりあえず試作クレネグレネードっていうのを買っておきましょう。これで武器チェンジができるようになります。お金がなくなった、やめると、戻る、ただまあ初心に帰るということで、まあ分かりますよね、どこに行けばいいかっていうのは。ということで、1日目の演習場所に行くとありました。これが最後のパスワードになってます。ちょっと画面暗くなった、気のせいかな。ではまたあのゲートのところまで行きます。ちょっと武器も変えてみましょうか。シャープボタンでこういう風にカチカチと変えられます。最大3種類ね。で、これは当たると爆発する武器で、射撃ポーズが違うんですよね。これは両手なんで両手を突き出す、ちょっとアイギスっぽいポーズだと思うんですけど、これだと片手でこうバンバンバンって、まあ、かっこいいですよね。ではまあ歩きながらコメント返していきましょう。コメント全部5件今で、これ6月までいただいてるんで今2件紹介しましたね。で、3件目は、5分41秒の花、誰か思い出すなって、これ確か相沢さんのところで書かれてたんで相沢のことだと思うんですけど、まあ、コメントありがとうございます。誰か、確かにね、
そんな感じがする。ああいうキャラはね、いろんなところにいるような感じがするんですけど、なんかメガネ的にはパオフ、いやまあそこまでは似てないか、あのペルソナ2のねパオフ似てませんかね。まああんな感じの人はなんでいろんなところにいるということで、コメントありがとうございました。で最後にもらったのが、最後とか2つなんですけど、オツですと頑張ってくださいと応援メッセージをねいただきました。ありがとうございます。こういうコメントを、ね、もらえるとね本当に嬉しいですよね。初めてウポツーっていうのをもらった時にね、なんかグッときたものがありましたし、他の動画で、まあ、これからもどうか応援でよろしくお願いしますと。そうですね、パスワード全部7でしたね。娯楽的なって、そう確かに37のその表現がね面白いね。ね、じゃあ先に進めていきましょう。今まあ録画時間10、あ曲が変わりました。オープニングとなります。ここが大きいですね。これが確かね、なんとかすぎってちゃんと名前がついてると思うんですが、まあ、そのうちね君島さんがその案内してくれるんで、まあ、その時までお預けということでね。で曲は戻りました。いいですねこの曲は。よしよしよし、お新しい出来だ。ちょっとこういう曲あんま食らいたくないんで、サバ節アイテム、サバ節、サバ節、これカツオ節じゃなくてサバをなんていうの、干した乾燥させてもらったことですかね。回復アイテムだからこういう屋久島名物があるっていうのが、まあ、このゲームの特徴というか面白いですね。屋久島行けばこのサバ節とか買えるんですかね。一回行ってみたいですよね。どっちだったっけこれ、ちょっとこう分かれ道なんですけど、上行ってみましょうか。一回やったんですけどあんまり覚えてないっていうね申し訳ないね。なんか落ちてる。ほいっと。お、古びた鍵。多分これがイベントアイテムでしょう。古い鍵。これも共感の仕掛けに違いないと。まさにね。使い込みが半端ない。あいつはあれですかね。アイギスのクリのために自分家から使ってないの鍵を持ってきてくれたみたいな、そんな感じですかね。あ、行動に出ました。アイギスはなぜか人前に出ちゃいけないって本当は言われてるんですけど、ここでバスに乗ることができちゃうとおかしいですね。街に出てはいけないのにバスには乗る。バスに人が乗ってないのか、それともバスも霧状グループの人間で固められてるのか、謎ですが、とりあえずあれでラボまで一気に戻ることができます。今回必要ないですけどね。じゃあまあさっきの分岐の下に行ってストーリーを進めましょう。今回はそのアイザーの言っていた巨大シャドウを倒すところまで進めようと思います。気を抜くとグダグダ声になってしまうんで、しかもダメージを食らってさ30痛いな。回復はねレベルアップでも回復するのとアイテムを使うどっちかだけです。使っとくか。死ぬのはちょっと情けないんでね。武器を戻しましょうか。これ威力はちょっと高いはず。あれ言いました、ブロック、あれがね攻撃の効かないシャドウ。しかもあの吐いてるのは、今吐いてたのが毒です。あ、見えないな。まあいいか、そのうち見えると思うんですけど、むわーってね紫色のね煙を出してくる敵がいるんですよ。おお怖い怖い怖い。ちょ下のタワーだけ倒しておこう。よし、でそれを食らうと毒になってしまうとね、すごいですよね。吊り橋に大きな滝、これオープニングになったところですかね。よーし、携帯にしてはやっぱりグラフィックすごいと思うんですよね。温度とも、よしと、あーまたこいつらか。こいつらの名前をなんて言ったかな、全然覚えてないな。あの右側の十字型のやつは確かバランサーって名前だったと思うんですよ。そうそう、この紫色のが毒ね。試しに買ってみようかとは言えないんですよね。まだまだ毒を回復するアイテム買ってくるの忘れたんで。右、あ、ここはいけないんですね。今の十字型の敵は人
と水のバランスだとか、そんな感じの名前だったと思います。鍵はジャストフィットであります。鍵がジャストフィット、なんかいい感じのキャッチコピーですね。で、この先にボスがいます。頑張りましょう。まあこのレベルならね、押し切れると思うんで大丈夫ですよ。多分ね、一応セーブしておきますか。一番上はね、ちょっと上書き用のセーブとして取っちゃうんで。出ました、この鉄アレみたいな感じの石の上でね。お、来ました来ました。おお、鳥です。大きな鳥、これがボスのシャドウです。専用だ。かっこいいな。ちょっと正直聞いておきたい気もする。初めてなんですけどね、この曲を聴くのは。森の OBGM は聞いたことあったんですけど、ラスボスの音で、ね、おおおお、すごいな。ステージの周りぐるぐる回ってくるって。しまった、食らっちゃった。おお、なんか宙返り、お、炎が。あの、レベル低かったら結構なダメージ、しかも炎が残ってるっていうね。まあ下手なところを見てても一気に倒してます。押し切ってしまえばほとんど10秒もかからず終わってしまうんだよね、このレベルだと。というわけで討伐を確認と。まあミッションは帰るまでが、つか遠足は帰るまでがねっていう。帰るまでがミッションか。でもあとは帰るだけです。お疲れ様でした。あ、動画はちょっと続きますよ。今回も21分前後になると思いますよ。ふう、どうしとくか。結構20分もやってると右手が、左手が遊んでるんですけど疲れてきますね。全部親指で賄ってるんでね。お、イベントが始まりました。お疲れ様と。なんていうか今思ったんですけど、アンギスが子供でこの二人が夫婦みたいに見えてきますね。全然そういう関係ではなかったと思いますけど、まあ、相沢さんはまあまあいいか。最後に分かることなんでそれは話しませんけど。来ました。なんかレアっぽいというか強そうなシャドウが後ろから来ました。てかここまでいたシャドウっていうのは彼らは回収したんですか。じゃ制御可能なのかな。いきなり電流が走った。その時アイギスに電流を走る。と橋が落ちたと。で、アイギスは防水加工してあるんですかね。してなかったらもうこの時点でおだぶつですよね。で、この後は一応3日目になったので練習3日目が始まりますが、まあ今回はねそろそろおしまいにしておこうかなと。おお、流れ着いてる。よく沈まなかったな、鋼鉄なのに。現住民、現地人、現地の方がいらっしゃいます。別に裸じゃない、パーカーを着てるんですよね、この男性は。あ、男の子ですか。トマリ君。また携帯オリジナルキャラクター、オリキャラですね。オリキャラですよね。このトマリ君の大人版がペルソナ3にいたなんてそんなことはないですよね。あなたはトマリ隆史君。そうですよね、これ、まあ、公式のイラスト見ていただければ分かりますけど、股関節とか完全に外れてなんか関節みたいなの見えてますからね。アイギス、名前はアイギスと。不思議かな、不思議な喋り方かな、アイギスって。
なんだか相沢が全部相沢が悪いみたいな感じになってるけど、普通ではないか。でもおかしくはないですよ、見た目の方がよっぽどおかしいですよね。うん、すげえ重かった。ちょっと聞きたかったですね、アイギスの本当の体重。このぐらいのロボットだと一体どのぐらいの重さがあるんだろう。絶対100キロどころじゃないですよね、鋼鉄だから。200ぐらいあるんですかね。絶対に担ぎ上げることなんて、っていうかもう踏みつけるだけでも敵を倒せるんじゃないかっていう、動く競技ですよもはや。全然会話とか、この会話と関係ないから話をしてしまってるんですけど、なんだかこの青年もロボットであるアイギスに対して照れてしまってるようです。リボンがほどけてると言っても別にね、背中のチャックが下がってますよとか、そういうセクシーな展開ではないんで、別に恥ずかしくなんともないと思うんですけどね。むしろ体が曲がってますよ、体が曲がっててよみたいな、そんな、なんだろう、ゆりんゆりんな、でもゆりではないか。そんな照れるところなのでしょうかね、これは。まあね、このトマリ君っていうのはどうやらチェリーボーイのようですということでね。あ、でさっき指が動かないなんて言ってましたっけ、完全に見ようとしてたんですけど、うん、結構ね、そう、武器が確かこの先使えないんですよね、しばらくは。通信もできないと、ボロボロですね。人が通ったってことは結構時間が経ってるみたいですね、アンギスが墜落してから。でここから捜索して、まあ、ラボの人を探すというのが次のミッションになるわけですけど、まあ、今回は一旦この辺で切ろうかなと。結局30分近くなりましたね。じゃあセーブしますか。セーブと、これで次回は録画を失敗しても取り直すことができるなみたいな。すいません、何でもないです。できればこの録画を一発で仕留めたいところですけど、あ、いい、トマリと話したいわけではないんだ。今回もご視聴ありがとうございました。前回コメントくださった方ありがとうございます。それとね、タグをつけてくださった方もいらっしゃったみたいで、こちらもどうもありがとうございました。携帯電話タグ、なるほどね、確かに携帯電話タグあってもいいかもしれません。本当ありがとうございました。じゃあ、ね、今回はこれでおしまいと。それではまた次回よろしくお願いします。さようなら。はい、アイギス・ザ・ファーストミッション、パート3の実況を開始していきます。皆さん、こんにちは。ですね、前回のあらすじとしましては、第2日目の演習で巨大なボスを倒したアイギスは、その期間中に吊り橋が、切れて落下してしまって、このね、渓流の方まで流れてきてしまったと。そしたらこのトマリという少年に助けてもらえたと。こんなところですね。で、近くになんか白衣の人がいるから、その人を探し出して一緒に帰ろうみたいな、そんな流れだったと思います。それではやっていきましょう。今アイギスは武器使えないんで、もしシャドウにあったら逃げるしかないです。いきましょうか。ですね、早速いました。まあ、後ろ姿はあれですね、佐山さんですね。君島さんだったら髪の毛緑色なんで。でですね、一旦ここでセーブさせていただきます。あ、しまった、またセーブを隠す作業をしないといけない、申し訳ないですね。セーブしたよね、合格します。 OK、 これでよし。で、来ました。それじゃあ佐山さんとかよ。あ、アイギスと、そうそう、なんでこの人はこんなとこで、そっか、足をくじいたとこなんか、あ、そっか、まだ行ってないか。あ、私が勝手に先に行ってしまった、申し訳ないですね。そう、ここ一回読んだんでね。で、ここで佐山さんが足をくじいていると。うん、そう、アイギスの整備はこの人の担当ですからね。一応主任は君島さんですけど、そう、日々の整備はね、この人が多分やってるんでしょう。でですね、そう、言いたかったのはここなんですよ。選択肢が3つ出てきて、どれが
どれ選んでもストーリーには全然関係ないですけど、アイギスとこの2人の会話が変わるだけで、でですね、他の実況者さんの動画とか見てたんですけど、やっぱりこういうところがあったら一応全部の選択肢を見せて、このゲームを余すところなく、ゲームの面白さを余すところなく伝えなきゃいけないんじゃないかなとふと思いまして、でそういうことで一応どの選択肢もお見せしようかなと思います。1日目の選択肢は逃しちゃったんですけど、とりあえずここは全部見せようかなと。でどれを選ぼうか、まずはじゃあ一番上を選んでみましょうか。気にしないでと、まあ普通こうやって慰めますよね。気にしないでのが一番であり最適でありますと。まだちょっと佐山さん落ち込んだ感じと。すみません、これだけなんですけど、では他の選択肢も選んでみましょう。違う、あ、しまった、もうカット。じゃあ次はちょっとその通りっていうのは少し気が引ける感じがするんで、一番最後にしましょうか。まああなたのせいだよって一応のもんですからね。アイギスも言葉を失ってしまったみたいな。アイギスまでそんな暗くなっちゃってと。お姉さんは元気だぞと。この佐山さんはこう手を振り上げて元気アピールをするのが好きな方ですね。いいお姉さんですね。で、またこの会話になったんで、カットを入れます。一回間違えて連打しすぎて気にしないでをもう一回選んでしまったんですが、まあそんなことは気にしないで、その通りを選んでみましょう。ちょっとこれ選ぶのは気が引けるけど、その通りであります。プロへの道は厳しいのであります。どういうこと？いきなり何を言い出すんだか。面白い、アイーさん面白いですよね。あ、でもなんだか3つの会話の中ではこれが一番あいいなみたいな感じのね、終わりになりましたね。あ、こういうこともあるんですね。このテキスト書いてる方さすがですね。でアイーさんはこの佐山さんを背負って いけるけどそれは嫌と佐山さんが。でここから道の探索が始まります。大変ですね、この山から入らないといけないっていうのも。道なき道を行くアイギスですよ。いや、道あったけど。しかも荷物を落として来てしまったと。すごいドジック属性ですね。で、ここを下って南に続く道の先か。なるほど。じゃあ、その荷物とやらを回収しに行きましょう。よし。あ、そうそう、武器が使えないのになぜか、シャドウが。そう、武装がないから今戦闘ができない。で奥にあるアタッシュケースみたいなのが、そう、これが佐山さんの荷物です。というわけで、ね、敵をかいくぐっていきましょうと言っても、このゲーム接触ダメージは受けないんで普通に歩いていけば OK です。で佐山の荷物手に入れて先に行こうとすると、こっちは町だからダメと。まあいいですね。もね、こうローブ1枚羽織ってれば結構人間に見えちゃうっぽいんで、そんなのがあればいいと思うんですけどね、人間にとっても。で戻ってきたので佐山さんに渡すと。でも武器を直してもらえるけど、すぐには直してもらえません。ちょっと時間かかるんで。でシャドウがいたことをこの佐山さんに話すと大変驚かれる。でこのシャドウっていうのは本来この霧城グループが作り出してここに持ってきて全部管理下にあるはずなんですけど、ああいう野良シャドウみたいなのが生まれてしまったと。こっからね、だんだん物語がきな臭くというか、まあここのグループというか、なんていうの主人公アイギスサイドの思惑から外れた方にどんどん流れてきてしまうとね、こっからどんどん大変なことになっていくような気がしますね。でファイトーってまた佐山さんが腕を上げてます。でいきましょう、ファイトーと。ここからがミッション3になります。ラボに帰還せよと。通信機はもらえるけど武器はもらえないと。で武器を修理した間西側の道に行ってくれと。では行きましょう。別にこのマップは別に上が北とはどこにも書いてないんですけど、まあ普通上が北ということになってるのかな、普通の地図と同じで。おっと、ちょっと危ないっすね。まあレベル高いんでこいつらで即死することはまずないと思うんだけど、もうね厳しいんで。すると鍵のかかった扉がで粉砕してはいけないと。相沢さんの鍵ならともかくって、相沢さんの鍵だって壊したらかわいそうですよ。
早いですね。もうそんな早く武器が治るならもうその場で待たせてくれよって感じですけど、じゃあ戻りましょう。おお、これ、あ、いたいたいた、え、あれ、私全マップでもうこれ以上上げられないっていうぐらいレベルを上げてきたのに HP 3分の1持ってかれましたよ。あれですよ、無敵時間がないから下手したら今ので連続攻撃でガメオベラになってましたよ。怖い怖い怖い。で、武器が使えると、これでよかったけど、これでは鍵を開けられないんで下に行きます。トマリ君にね、トマリ君に一回話しかけると、ほいっと、今日トマリ、あれ、まだ帰らないのと。このトマリ君帰ろうとしたらシャドウに襲われますよね。だからここにいるのかな。ここに来る途中に管理人小屋があった。どこにあったんでしょう。町の方ですかね。そこの人に聞いてみればと。あ、言ってくれるそうです。ああ、うなずき方今可愛かったですね。アイエスのペコリって感じの首がこうカクッとね、でお願いしますと。親切ですね。やっぱアイエスに惚れてるんですかね、トマリ君は。で、佐山さんは誰なのと。若い子みたいだね、かっこいいと。佐山さんもやっぱり若い女性ですね。そういうのは気になるんですかね。で、まあアイエスにそれを判断しろというのはやっぱりロボットだから難しいんじゃないかと。イケメンって何それってあります。でもイケメンという言葉はちゃんと知ってるっていうのがね、なんか1998年にイケメンなんて言葉が果たしてあったのかどうか、それはそれで疑問なんですけどね。ほんとアイリスって不思議、君島さんのセンスですかね。で、アイリスさんに借りてきて、これがゲートの鍵と。ゲートの鍵を入手した。あの、どうしたのそんなに。顔を見てるんですね、アイリスが。トマリ君の顔、トマリ君、小学生、中学生ぐらいですかね。なんていうの、ペルソナ3本編には小学5年生ぐらいの仲間もいたんですけど、それよりちょっと年上かな。なんだかな、ひどい感想です。なんだかなって、こんな、シャドウのいる中からくぐり抜けた鍵を持ってきてくれた少年に向かって、なんだかなですよ、アイギスが。なんでもない、もう、いろいろとひどすぎる。ひどすぎる上に、この少年がなんだか哀れすぎる。よしよし、じゃあ、まあ、無事鍵を手に入れたところである程度進めて、またあれです、あれをします。はいっと、あ、別に佐山と話す必要も何もなかったのか。よし、じゃあ鍵を開けに行きましょう。あとはもうひたすらまっすぐ進むだけみたいな感じなんで。よし、ほい、一応倒しておきますか。あう、おお、ちょ、待って待って、今ゲームオーバーになるわけにはいかないんだけど、ゲートを開けるまでは進めたい。ゲートの鍵を使った。よし、これで OKOK。 そうですね、確かアイギスはそういうの解除スキルがあるとか前も言ってましたよね。トックを使ってもよかったんだ。あ、でもすると勝手に誰かが鍵を開けたってことになってまた問題になるのかな。まあいいや、じゃあ少しだけ進めます。少しだけね。で、こいつ今と同じですね。ちょっともうこの時点で敵が随分強いっていうのが分かりますよね。レベル上げて、痛い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 、もうちょっといくとさらに強かったりするんですよね。で、ここでやっぱりちょっとレベル上げてこないと怖いんですけど、もう前回見てくださった方のお分かりの通り、レベル上げは裏でやりますというわけで、このデータはここで破棄することになります。あ、ダメージ67、半分以上食らってんじゃん。一瞬で画面オペラですよ、もう。というわけで、これでちょっとカットを入れまして、鍵を開けたところからのデータです。あ、これは武器は技術攻撃をもう買ってあります。これね、シャーッとね、ちょっとこれ少し使いにくいんですけど、敵に近づけばかなり多段ヒットするんで、まあ、瞬間的なダメージは一番大きいんじゃないかと。その分範囲はかなり狭いです。で、まあこれ失敗。武器は今のがエスパーだったやつか。でね、防具はケースグラニートランク S、 一番いいのをもう買ってあります。お金がだいぶ貯まったんで。そしてレベルは14で、ベルトのがですね、 ポズムディ覚えてます。ポズムディ、これは毒を早くできるんで毒消しがいらなくなりますけど、 SP も使うんで、ペルソナ攻撃をした後にすぐ使えないとか、そういうね、なんていうの、欠点もあるんで、なかなかそう簡単には使えないというか、そこまで万能ではないと。で、
手ウェポンが、両手武器だけはランク A まで変えました。これが一番じゃない、2番目に強い両手武器です。ではそれでいきましょうか。これレベル20にならないとね、 S ランクは手に入らないんで、手に入らないとか買えないんでね。よし、おっと、もう1発か2発です、ね、強いですね。これがいいですね。よしよし、まあ、もうこいつで倒すとほとんど経験値入んないけど強くなっちゃってるんで、まあ、サクサクいきましょう。サクサク、じゃあサクサクやりながら米返ししますか。おっと、これなんだっけ。そうそう、ですね、防具は上から2番目ある服マークの防具は佐山さんから買えるんですけど、その3番目の試作客装具会みたいな脚部パーツは拾わないといけません。この先も落ちてるんで、まあ、それはちゃんと拾っていけば大丈夫なんですけど、というわけでね、なんで落ちてるんだろうという気はしますけど、まあまあやっていきましょう。で、コメ返していきましょうか。じゃあ1番目から読んでいきます。こうちょっと今ブラウザ開いてそれをチラチラ見ながらやってるんですけど、まずはロボなのに毒食らうのかって全くその通りで、ロボなんだからバグとかそういう状態以上の方がありえそうなんですけど、どうもありがとうございます。で、次がチビアですね。ペルソナ3のアプリで面白いのはこれくらいって、まあ、間接的にこれ間接的でもないけどこれ面白いって言ってくれてるようで、まあ、これ好きなゲーム私としては嬉しいんですけど、ペルソナ3のアプリはね、他にあるのがいわゆるなんていうかナンバークロスじゃないけどピクロスみたいなお絵描きパズルと、あとはブロック崩しと、まだなんかあったね、あ、脱出ゲームか。それとあと一応ペルソナ 3M っていうシリーズもあるんですけど、とりあえず前者の3つは本当にミニゲーム系で、どちらかというとそのミニゲームをクリアしたご褒美であるそのキャラクターの公式画像、まあ、携帯の壁紙とかに使えたりね、を手に入れるためのソフト、それをまあ考えて、問題ないです。まあ、そんな難しいあれでもないんで、で最後のペルソナ 3M というのはまた舞台屋久島なんですけど、本編で主人公たちが屋久島に合宿に来た時、夢の中で繰り広げる冒険って感じなんですけど、ちょっとですね、やっぱマップでの動きはもったりしてるというか、まあ、システム自体は本編とはあんまり変わらないんで、本編のちょっと劣化版ぐらいなんですけどね。まあちょっとやるには、実況するには厳しいかなと。あんまり物語的にもね、その関わってくるものではないんで。よし、まあ結構私はやり込みましたけどね、3週ぐらいとイベントが始まりました。ここはそう、アイスの落ちた橋です。アイスってタフだねって本当ですよね。君島さんが来ました。ずっとここら辺で待っててくれたんですかね。アイス無事なのねと。この橋の修復にはかなり時間がかかる。そうですよね。むしろこんなところの橋壊れたらもう直してくれないんじゃないのかな。もう街を回りなさいってことになるんじゃないかなって気がしちゃいますよね。だって橋の両側なんて柵ないから落ち放題じゃないですか。本当に恐ろしい。山の中にこんな橋があったらもう珍百景に出れちゃいますよ。ここをね、ロボットがこうテクテク歩いてたらそれこそどう考えても珍百景、ね、登録間違いなしですよっと、コメントありがとうございました。では次のコメント、ちょっとこれは長いですね。長い、こっちまっすぐ行くと確かアイテムが何かあったもんで、これを行きながら、1と2の外伝3作は超作業ゲーなのでプレイ自体はおすすめしません。そうなんだよね。 でも余計な部分をカットして、会話とボス戦メインなの動画として作る感じありますよ。ありがとうございます、ご意見どうも。これで参考にさせていただきたいところですね。で、一応やっぱりこの3作私もやったことあります。で、本当に作業ゲー言っちゃいけないですけど、まあ、ペルソナシリーズの特徴というか、まあ、本当に作業ゲーなんですよね。ペルソナを装備するペルソナを育てたり、突然変異を起こしたり、あとはフールのカードを集めたりとか、本当にね、心が折れそうになるようなゲームではあるんですよね。やり込もうと思うとサクッと遊ぶにはまあいいんですけど、あ、思い出すな、なんか70何時間やったけど結局レベルマックスにならなかったなみたいな、本当にそういうことをやってた人間なんで、もうこの意見はすごく妥当だなと思うんですよ、作業ゲーというのは。で、
でですね、このボス戦とか会話をメインに動画というのは、まあ、これやってみたら多分見る側としたらまあいい資料にはなるんじゃないかなと思います。やれるならやってみたいんですけどね。でやるとしたら、一応その外伝3作というのを説明しておきますと、ペルソナ1の外伝とペルソナ2、罪と罰外伝がそれぞれ一つずつって感じでして、1はどの辺だったかな、なんかひたすら塔、自動生成ダンジョンの塔を登っていくだけみたいな感じなんで、結構やったり苦しいものがあったんで、これは多分実況はしません。で、罪と罰は一応ストーリーにのっとってまして、罪の外伝は罪と罰の間という、なんかそんなところに物語があるのかみたいな、キプレイの方にはそう驚くようなところの話でして、あれこっちでいいのかな、失礼。でですね、まあ、これはちょっとなんかほろりとくるような感じもありまして、これは実況してもいいんじゃないかなと、まあ密かに思っていたりします。でですね、罰の外伝は本当に後日談というか、物語の後にちょっと起こった事件を、まあ本当に携帯オリジナルの事件をこうあれして、あれなんていう、なんていうんですかね、をクリアするみたいな、解決するとか、まあそんな感じなんで、まあ実況するなら罪の外伝の実況を、まあもしかしたらそのうちやるかもしれないって。でもこれ昔の携帯でやったやつなんで、また落とし直さないといけないんで、もしかしたら機種が合わないとかそういうこともあるかもしれないんで、そしたらすいませんね。あ、コメントありがとうございました。では次っていうか、こっちで道合ってんのかな、あれ合ってる、合ってるね、うん。森の中で爆発系の火器むやみにぶっ放して火事になったりしないもんなのか。なるよね、どう考えても。なんていうか、この霧状グループっていうのは本当に自然のことを考えてないというか、このシャドウだって危ないんですよ、後で。なんだっけ、竹葉さんっていうあの研究員の一人が説明してくれるけど。てかもう実際にこんなすごい危ないことになってるしね。なんでね、本当に霧状グループはね、名前の中に植物の名前が入ってるにもかかわらず、ちょっと環境のことを考えてないんじゃないかなっていう。まあ、これ、現投手がいけないんですけどね。次期投手とかはいい人なんですけど。で、ありがとうございました。で、次のコメントは、本編でも思ったけど、傷薬で早くするロボットって、まさしく回復させるのは何でしょうかね。あ、でも大体傷薬かロボット。リペアパーツとか出てくる RPG もありますけどね。メカニカルキットとか。よっと、どっちだっけ。ありがとうございました。面白いツッコミでした。で、携帯では、で、これは綺麗だなと。確かにね。それありがとうございます。お見せしたいところだったので、ね、ぜひとも。で、次は、肩と足の付け根のメカニカルの部分とか水に弱そうやった。そうそう。足の股関節がなんか外れて丸見えになってるみたいなこと前回言ったと思うんですけど、まさしくそんなところとかね、水とか侵入し放題なんで、水が弱点なんじゃないかって気もすらしてしまうんですけど、実際はそんなことないようで。霧城の技術は世界一ってことですかね。ありがとうございます。で、俺だったら照れてるっていう最後のコメント、ありがとうございます。あれですね、トマリ君の視線になってくださったんですね。実際トマリ君の年齢がね、よくわからないんで何とも言えないんですけど、まあもしかしたらいざそのステーションになったら照れてしまうかもしれませんね。まあ言うてアイギスがロボットだと分かんなければ、確かに美少女らしいんで、ペルソナ3本編を見る限りでは、ね、だってそうですよね、確か初めて出てきた時はアイギスをナンパしようとしてた気がしますよ、主人公の3人が。ですね、そうそう、帰り道を探してるんですね。あ、以上でコメント会社は終了です。ありがとうございました。ワンにコメントつけてくださった方ももちろん読んでるんで、そちらもどうもありがとうございます。ですね、で、この木のうろから、あ、もう22分なのか、ちょっとやばいけど、まあ、ちょっとカット入れるから、ここから飛ばしていきましょう。で、この木のね、うろから奥に行くことができますと。どうしよう、ここで飼ってるのもいいんだよね。もうカットするならするかもしれませんけど、まあ録画時代続けようと思います。そう、こっからダンジョンです。音楽は変わりましたね、一気に。そうそうそう、ダンジョン名前出るかな、一応セーブしますか。迷宮おこそ、おこそという名前の迷宮です。それでは行きましょう。しまった、しゃべる、コメント返しここですればよかったな。しゃべることもあんまりなくなっちゃった。あ、そう、
いつが何のバランスでしょう。あ、毒まいてきました。毒を浴びてしまいました。しまった。でポズムディを使う。しまった。バカだ。キルラッシュを使ったらすぐポズムディを使えないじゃないか。あ、失礼。そうそう、これで今食らった毒を回復できます。パラディオン万能ですね。よし。でダンジョンはですね、ダンジョンとか迷宮はですね、ところどころに鍵とかあって、それを手に入れながら進まないといけなかったりするんで、まあ多少めんどくさいというか、まあ一応ダンジョンらしくなってるなと。あれ、今のは右左どっちだったかな。よしよしよし、怖いですねやっぱりこの。お、アイテムが、残数が落としたわけじゃなくて、たまたまここにあっただけだと思うんですけど、うわわちゃん、屋久島の名産品だそうです。こっちで合ってるかな。これ合ってなかったりしたらカットを入れた方がいいですよね。このダンジョンの鍵とかなんか、あった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 。あ、スキル武器じゃなかったな。よし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 、でもないか。おお、カメラが寄りすぎなんですよね、これ。マップ入ったところだと。ちょっと、死んでも嫌なんで、傷薬を使っていきましょう。傷薬に開通ロボット、プッと、生体パーツでも使ってるということにしておけば、なんとなく納得はいくんじゃないかなと。そろそろなんかないかな。そんなに長いダンジョンではなかったような気がするんで、お、なんか落ちてる。ソーマはですね、まあ、ご存知、一番いい回復アイテムですね。 HP どころか SP も全回復というわけで、 SP なんて振っとけば回復するもんですけど、おっと、アギス聞こえる、その先に強い反応があるみたい。つまりボスですね。もう一個ぐらい傷薬使っておきましょう。どうせ余るんですし。よし、おっ、御柱閉じ込められて、ボスがやってきます。これはリングフォート系かな。とりあえずボスが来ましたね。5体。おお、曲がかっこいい。ブロックということは、こいつらに当てるその投げ攻撃をして、一撃です。まずザコの排除から。まだ SP が回復しなかった。このボスは木を吐いてくるようで、まずはザコから何とかしないとね。怖い怖い。しまった。強い。結構強いな。よし。ザコは綺麗になったんで、どうしましょう。せっかくだし、なんか、こいつとも使ってみますか。いやー。おお、強い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 。ゴリ押しゴリ押し。あ、ちょっと、失礼失礼。しましたと、ね、慎重にやりたい方は遠距離攻撃でチクチクやってください。あんまり賢い方法じゃなかったね今のは。ふうわ、ダンジョン入ってまだ4分ぐらい。いいですね、楽勝ですね。単管柑橘類ですかね。単管この野郎、すいません。でも物真似したつもりはなくてですね、単にちょっと行ってみただけで、現金4000落ちてた。現金とかつけられちゃうとちょっと生々しいというか。お、ここは、あ、吊り橋の横に出るんですね。君島さんの背後から。ただいまであります。君島さん嬉しいですよね、この瞬間。泣いちゃいますよね。ああ、めでたしめでたし。どこで切ろう、どこで切りましょう。まあそろそろ切れると思うんですけど、ここの会話が始まるところで切りますか。ただいまでありますと。では皆さん、ただいまですけど、今回はこれでおしまいです。それではまた次回、よろしくお願いします。さようなら。
ただいまであります。ということでね、今回はこの親子の対面からスタートいたします。こんにちは。アイス・ザ・ファースト・ミッション第3回の実況を開始いたします。すいません、第4回の実況を開始いたします。いきなりなんだこのカミカミ感は。ですね、前回のあらすじとしましては、崖から落下したアイスがこうなんとか山の中の洞窟を通って帰ってきたんですが、そしたら道中にシャドウが溢れてて、さあどうしようみたいな、そんなところからスタートです。ただいまであります。竹葉さんのお父さんですね、アギス君、それに君島君、おかえり、心配したよ。言ったかもしれませんが、君島君っていうのは怪文ですねどうでもいいですけど、君島、これで一安心です。ん、相沢はどうしました？そう、相沢さんがいませんね。彼は今佐山君を迎えに行ってるんだが、そう、山の中で足をくじいてしまった佐山さんを相沢は迎えに行ってるようです。お、いきなり BGM が、ダンジョンの BGM ですね。そう、シャドウが山の中に発生している。もう広範囲で、まあ、このアイス本当なの？君島さんに会うまで多数のシャドウを殲滅したいと思います。そうですね、レベルがもう上がらないくらいまで殲滅しました。ボスも倒しましたね。で、大変なことが起こっているようだ。そもそも私はそこまで多数のシャドウをこの島に持ち込んではいないんだ。それはシャドウが増殖していると。そう、シャドウが増えてるみたいですね。それ以外考えられない。練習用のシャドウはあらゆる危険性を取り除いて調整したはずだった。調整してる割にはアイギさん残髪でゲームオーバーになるようなそんな危険なやつでしたけど、だがまだシャドウの全ては解明できていないということも。この竹葉さんっていうのはこの君島さんと違ってシャドウの研究をしてる方ですからね。もうぶっちゃけてしまうとこの人に全部の責任があると言っても過言ではないんですよね。今回のこのシャドウの反乱はすぐに対策を取る必要がありそうですね。あ、イエス、この練習少し長引きそうね。とどんな状況下であろうとシャドウは殲滅するであります。いいですね、この兵器としての自覚が。逆にそれが悲しい君島さんなのかもしれません。でね、4日目が始まりました。4日目ってことはパート4であってますね。こんな時間に皆を起こして申し訳ありません。研究時代だ、仕方ないさ。本部からの連絡です。練習を中止し速やかに全シャドウを殲滅せよ。屋久島演習チームは今からシャドウ制圧チームとして活動開始します。なんかかっこいいですね、こうチームっていうのが。それって俺もかい。一応部外者である相沢ももう組み込まれてしまうみたいですね。練習ではないけど引き続きお願いするは一人不足だし。たった5人ですからね、4人と1台。まあ沈みかかった船だしなって、そこに突っ込む竹葉さん、やっちまったって沈みかかってる。もうあとは沈むしかないこのチームっていうね。だから締めるわよと。すみません、この2人の掛け合いが面白いね。殲滅といっても広範囲の敵を捕捉するのは困難と思われます。練習用のシャドウは本来のシャドウと異なる点がいくつかある。竹葉さんの説明があります。その一つが存在を探知しやすいという点なんだ。ラボの装置を使えば大体の位置を特定できる。これは楽ですね。闇雲に探すよりはね。探知の方は狭間に頼んで、シャドウに動きがあれば。うん、やっぱ今回はちゃんと BGM を入れてきますね、このゲーム。君島先輩、狭間さんがなんか焦ってます。島の南部海岸付近に強力なシャドウの反応です。ヒュー、早速お出ましかよ。タイミング良すぎだな。動き自体終わったからこんな時間に起こしたんじゃないの。はい、いつでも出撃可能であります。よし、出撃ですね。今回も本当に相沢お願い。あ、よっと、相沢さんが一応なんだナビゲートしてくれるみたいですけど、まあ、大したナビではないBGM がいきなりこんなのんきなものになってしまって。じゃあ君島さんとお話です。周囲の山地はグループの手で閉鎖してもらった。一般では立ち入れないはずよと。何らかの日が出るから遅いからね。もうなんていうか、あの何少年ですか、泊少年がシャドウだらけのところにいた時点でもうアウトな気もするんですけど、どうなんですかね。夜中も仕事なんて、これじゃ飲みに行く暇もね。ああ、そう、毎晩飲みに行ってたんですね、この人きっと。こんな滅多に来ない島に来て寝る暇なんかあるか。仕事も娯楽も力いっぱいが俺の流儀だった。かっこいい、言ってることはかっこいいですけど、まあ、結局、まあ、
全力で遊んでると、子供心を忘れないと、ね、そういう相沢さんで、さすが共感になります。何がさすがなのかよくわからない、竹畑にも話しておきますが、なんてことだ、サイシャドウを制御するのは不可能なんだろうか。フラグですね、フラグというか、まあ本編を見ていただければわかりますが、はい、不可能です、ね。竹畑さんもね、この時からもうね、シャドウはやべえなと思ってたんでしょう。結局この人の力及ばず、シャドウは、まあ、最終的に暴走しちゃうわけですけど、本編では、まあ、最後ルキシはまあいいでしょう。一応今回もレベルを上げたデータが途中から入ると思うので、でサイマさんと話します。大丈夫なのかな、たくさんのシャドウなんて戦えるのアイギスだけなんだよね、心配だなって。私はそのために作られましたってことで、ちょっと悲しい言い方ですよね。でもシャドウを倒すためだけの存在って、そのことを淡々と言うアイギス、なんかグッとくるもんがあるようなないような、聞きますか。なんかあの優しそうなサイマさんが武器を作るというのもね、ちょっと悲しいけどこれ戦争なのよねって感じで、じゃあ行きましょうか。今日ちょっと録画する時間ないかなと思ったんですけど、まあ、なんか今カジンが帰ってきてゲップした音がしたんでダメかもしれません。ちょっと僕らボソボソ実況に行きますね。まあ、なんか BGM が新しい、ここは最初に言ったところですけど、もう強くなってます、ね、慎重にいきましょう。昼を昼明るいところ、明るいところを次に通ったマップが、うわーやべやべやべ、夜になってるのをまたこう通るっていうのはなんかワクワクしますよね。あ、曲も一応アレンジになってる、レベルアップ運力回復できましたね。神曲じゃん。よしよしよし、サイコロみたいなやつもねしっかり倒してみましょう。あ、ちょっと思わず鼻歌で歌いたくなるようなね、そんな曲で。よしよし、あ、しまった、暗い。この曲ワンループぐらいね、録音しといて最後につけるとか、そういうサービスもした方がいいのかな。吊り橋が、お、落ちてますね、吊り橋が。破壊された景色、もちろんシャドウだよ。なんだそれ、渡れねえのか。仕方ねえ、そのままそこを降りて道なりに南に進んでくれ。おお、これカメラアングルがくるって変わるっていうのはなかなか携帯にしてはやっぱりすごいなっていう点だと思いますよ。ちょっと遠回りだが、なんとか海岸に行けるはずだ。了解です、やってみます。夜のこの杉もなんだかかっこいいですね。かっこいいとか神秘的でね、おい、何もないでありますね。この木は、この大きな杉の木はね、ここは空洞になってるみたいですね。何かありそうな空洞ですよね、もういかにも。で、こう一応下っていくわけです。この夜の曲本当にかっこいいな。お、早速何か、あれは猿ですね。これは猿、ヤクザルじゃねえか。ヤクザルっていうのは屋久島いるんですかね、本当にいるのかな。うん、助けるであります。あ、いや、もう勝手に逃げてるから助けなくてもいい気も。この敵は倒さないと進めないんで、きっちりいじめていきましょう。よし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 、オッケー。お猿さんは行ってしまわれたようですね、と。この島には猿があちこちにいるらしいな。人を見ても逃げないんだわ。さすがにシャドウには危険を感じているようだな。動物たちも迷惑をかけてしまっているですね。そうだな、すでに山中では被害が出ているのかもしれないな。そうですよね、あんな魔法弾みたいのをバラバラ放つシャドウがね、いたら動物ひとたまりもないですもんね。ほんとボソボソ実況になってしまって申し訳ないです。先ほどのお猿さんですね、1マップしか逃げてなかったみたいで、何か伝えたいことがあるようです。ん、お前さん、まさか何言ってるのか分かるのか。そうですね、アイギスは動物の言葉を理解できるという、理解ではするわけではなく、イメージの伝達によって。そうですね、本編ではコロマルっていう犬の考えてることを通訳してましたからね。この先に人が倒れているというとのことです。うんうん、そっちか。
なるほど、そちらの道ですね。了解であります。驚いたな、そんな裏技ってそんな裏技を持っていたとは。なんと、先ほどの恩返しのつもりだそうです。行きましょう。ちょっと回復しとこうかな。よし、お、危ない危ない、敵は影で見えなかった。説明をしてなかったかもしれませんね。このパラディオンは敵の弾を消す効果もあるので、こうやってカウンター気味に放つので非常によろしい。実況してるの家族には黙ってるんですよ。兄ちゃん、まあバレてるかな、ウェブラジオかなんかやってると思われてるのかなって言って、やっぱ一人になる時間がないと辛いなぁと。ん、誰か倒れてる。女性が倒れています。どこに外傷などはありません。なんでまたこんなところに。まさか疲れて寝ちまっただけじゃねえだろうな。さすがにその可能性は低いと思われますが、冗談だって。とにかくロバを連れていくしかねえだろうなと。このままじゃシャドウに襲われるかもしれない。そうですね、シャドウに襲われると魂だかなんだか精神だかを食われて怪人になってしまいます。積載量に問題ありません。こう見えても驚きのパワーであります。まあ漂白剤かみたいな感じですけどね。よし、一旦ラボに引き返すぞと帰ってきました。さっきの症状だけど特に健康状態に問題はなさそうね。それよかった。何者だありゃ。さあね、今寝かしてあるけど起きたら聞いてみましょう。それより残念なことに海岸のシャドウの反応は消えてしまったわ。ああそうですね、海岸とは全然違う方向進んでましたからね。途中から仕方ないさ、地面の方が優先だですね。朝になってから再び探索に出てもらうから、それまではみんな休んでたいと。こっちの人命の優先順位はかなり低そうだなと。こき使われてますからね。もっと避けてもいいだろうと。君島さん、この人に遠慮も容赦もないですね。相沢さんにはなんだろう、この中のふざけな感じが結構好きなんですけど。ん？このアングルはこんなシーンあったかな。ん？あいつはあの女の子見なかった、知らねえな、いないのかと。あの女の子逃げちゃったみたいですね。さっきすごい距離で飛び出していきましたけど、止めろよ佐山さん。こうしちゃいられないとか言って。何よそれ、スケジュールの忙しい人でありますね。アイスには冷静なツッコミ。何なのよ最近の子は理解できない。どうだ、君島さんは何歳ぐらいなんでしょうね。これとか言っちゃいけない。結構お若そうに見えるんですけど、こんな極秘ロボットの制作プロジェクトの主任っていうことは結構言ってるのかもしれませんね。まあ、ただイエス少女じゃないかと。竹馬さん、とにかくシャドウが気になって仕方がない。の強い反応は消えたままですが、海岸までの一帯は多数のシャドウ反応ありです。とにかく海岸まで行って昨日の反応を調べてみましょう。了解であります。うーし、それじゃあ、ハイザー悪いんだけどナビ変わってくれない？どうした急に。また深夜の出番の可能性もあるし。なんですれば今日読み上げてるんだろう。言うことがないのかな私。で今日は君島さんがねナビゲートをしてくれるというわけで楽しみですね。屋久島では初めてってことは、まあここに来るまでのナビも君島さんが担当してたってことですか。まあ、それは可愛いでしょうね。君島さんもこうずっとこう面倒見てきたアリスなんだから。じゃあ一応全員話しましょうか。やっぱりセリフはなるべく全部見ておきたいですしね。ちょっと変則的だけど、少しだけ島の案内をしてあげるよと。ナビしながらだけどね。まあ、このゲームナビらしいナビは入らない気もするんですけど。なんだかな、花娘は例ぐらい行ってから出ていけって言うんだよな。本当ですよね。せっかく助けてあげたの。竹馬さんとも
随分と変わった娘さんもいるようだね、僕の娘まだ幼いからどんな娘育てるんだろうか。これはですね、竹葉ゆかりのことですね。まあ、どんな娘に育ったかというのは、まあ、ペルソナ3で遊んでいただけばわかると思うので、ぜひ遊ぶなり関連動画を見るなりしていただければ。一応メインヒロインですしね、残りのシャドウどれぐらいいるんだろうねと、早くなんとかしないとね。まあ行きましょうか。よしよし、本当にどうにかしないとね。あれは急いでる、まあ、途中からレベルアップしたデータを使うんでね、装備とか何も買わずに進みます。一応このクリアをスムーズにするためにレベルアップしたデータを使ってますけど、まあ、この先ダンジョンはいくつかあるんですけど、最終ダンジョンだけはねレベルを上げずにいこうかなと、そう考えております。まあ、だいぶ先の話ですけど、ほら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 、この曲も変わってますよね。っていうかどんさっきと同じか、あれどうだっけ。すいません、なんかあ、そうか、あれは夜限定の曲ではなくて、林道2回目みたいな、そんな感じの曲なんで、2回目3回目か。よしよし、多少普通にしますか、このレベルのアイスと。よしよし、おっと危ない、毒は食らいたくない。おパラディオンのスキル、電光石火覚えた。そう、キルラッシュに続くもう一つの攻撃のスキルが電光石火。これですね、攻撃力は低いんですけど、この自分を中心とした範囲攻撃で、しかも敵を固めることができます。まあ私としてはキルラッシュの方が使いやすいんじゃないかなという気はしますけど。よし、ここでナビが入ります。ナギス聞こえる？はい、君島さん、この二人の会話はちょっと和むな。この木大きいでしょう。大変に大きく高い木でありますね。うん。屋久島では千年の樹齢を超えたものだけを屋久杉と呼んでいるわ。へえ。豆知識ですね。中には数千年と言われる木もあるの。樹齢数千年ってことですか。数千年、英語とも言える年月であります。中でも特別に大きな木は名前のついているものもあってね。屋久島で一番有名なのは縄文杉。縄文杉ってその1本の大きな木のことを指してるんですね。あ、まあそうなのか。いやいや、よく知らないんですけど、ちょっと見てみたいですね。この木の名前は弥勒杉。私の好きな木よ。好きな木、そう、好きな木よ。それじゃあ先へ行きましょうか。弥勒杉ね。あ、マップの名前右上は屋久杉になってるんですね、ここは。あ、じゃあちょっとだけカットを入れまして、帰ってきました。レベルは4つだけ上がってます。これだけでもだいぶね。あ、それと多分武器は、あ、両手武器だけ S ランクにしてあります。他はちょっと買うことはできなかったんでね。まあこれ S ランクってことは、まあ一番強い武器、これが一番強い状態ですね、両手では。というわけでやっていきましょう。ここまで19分、歌人もいるしあまり長くはできないか。まあ多少カットを入れることになるかなと思いますが、ちょっとたたた、危ない。あ、ダメージ1、安心の1ダメージ。あの少女ですね。よし、話しかけましょう。あなたは昨夜の、うわ、びっくりした。何、あなた外人の人、ハロー。まあ金髪ですからね、そう見えても仕方なくもないか。いえ、アイギスと申します。やっぱり外国人じゃないの。ラボからどうして失踪されたのでありますか。え、私忙しいのよ。となんて恩知らずな少女だ。スクジーラが詰まってて、 あちこち回らないといけないんだから。と、観光でしょうか。そうとも言えばね、まあ家を出たのは急だったんだけど、その格好でありますか。屋久島は大変険しい道が多いようですが、そんな格好、
どんな格好でしょうね。ちょっとこのグラフィックではわからないんですけど、そうね、ちょっときついわね。つうか超きつかったわ。ギャルですか。ギャルですね。適当に詰めてあります。テントとか入ってから重くってもう疲れて動けない。そうだ、ちょっと頼まれてくれない。写真撮ってきてほしいな。ほう、写真ですか。写真でありますか。と同じことを言われてしまった。大滝んとこと弥勒杉見たんだけど写真撮り忘れたのよ。よろしくね。この少女シャドウを倒せるんでしょうか。結構シャドウ使い捨てカメラか。今時使い捨てとはね。やってきたら鍵をあげろ。あなた海外に行くんでしょう。映るんですですかね。まあいいや、途中で鍵変わってるのあるのよ。じゃあお願い。1998年ですね、これの舞台は。当時はデジカメなかった気がしますね。あまり。あ、1998年というと、まあ私が、あ、まあ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 年齢はいいとして、いや普通使い捨てカメラだったと思うんですけど、まあいいか。最近は使い捨てカメラも使わないですよね。全然もうデジカメでこと足りちゃうから。あー、バカした。まあちょっとカット入れますか。はい、弥勒杉まで、弥勒杉まで戻ってきました。じゃあ写真撮りましょう。正面からのアングルはいまいちつまらないであります。そう、正面から撮るでしょ普通。ってことは後ろか。ここからが最適、すなわちベストポジションであります。ん、あー失礼。これね、ちょっとついフラッシュとか入っちゃうとウェブカメラがね勝手にあれ変えちゃうんですよね、設定。なので少し戻します。失礼します。うわ、眩しい。ごめんなさいね。まあせっかくなんでこういうとこも入れていこうかな、なんつって。あれ、それにしてはおかしいような。これさっきに比べてちょっと眩しいですよね。すいません。ようやく治った、カット入れてると思うんですけど、これですね、画面が明るいとか画面のその明るさによって勝手に変わってしまうことがありまして、まあいろいろとめんどくさいわけですよ。まあ、携帯実況を、まあ、やられる方ならわかると思うんですけど、やってる人は見たことがない、携帯実況なんてほとんど。そんなマイナージャンルですが、これからもよろしくお願いしますと。そうだ、コメント返しですね、忘れてましたけど、実はコメント、前回ついたコメントは1件です。いやー、まあね、この実は第1回の再生数はもう100超えてて、もうそれだけでも私としてはめちゃめちゃ快挙なんですけど、まあそうですよね、第1回に比べて再生数がどんどん下がってきてるというのは、まあ一人の私のこの引きつける力が足りないということでして、まあそこはどんどん反省していかなきゃいけないなというわけなんですけど、そうですね、やっぱり上手い実況とか面白い実況っていうのはね、難しいなと思いますね。実況を始めるようになってから、こう他の実況者さんの動画を、ね、違う視点で見るようになってきたなっていうのを感じてまして、行き止まりかよ。どっちだったかな。あ、大滝か。そうだ、間違えました。でね、まあどうすれば面白い実況撮れるのかなというのをね、日々考えながら見てるんですけど、なかなかそういうのは難しい。ゲーム自体がね、とてもマイナージャンルであることは否めないんですけど、まあ、それにもましてね、私の実況力不足が光ってはいないんですけど、実況力不足がね、こう浮き彫りになってると言いますか、まあどうすればいいんでしょうね。まあ実況やめちまえなんて言われてももう仕方がないんですけど、お、大きな大滝と呼ばれている滝、高さ80メートルの滝ってすごいですよね。80メートル、ちょっと想像がなかなかつかない。破壊力のある地形ですね。そうですね、たまたま晴れが続いてるけど、屋久島雨の多いところで、降った雨があちこちで滝になって流れていくの。雄大な自然ですね。姫島さんは屋久島に大変詳しいでありますね。ふふ、私はこの島の出身。あ、そうなんだ。屋久島中学校とかあるのか。なんかとても失礼な想像なんですけど、屋久島の方はもう船とかで鹿児島とかに出て中学校高校に通ってるのかなとか勝手な想像してたんですが、屋久島は結構大きいんですね。
屋久島在住の方これを見てるとは思いませんけど申し訳ありません。さてここで写真を1枚でした、ね、どこで撮るんだろう。ここかな。川入れる。完全防水やります。違った、ここではない、ないか。まあこれでもいったら使い捨てカメラ壊れちゃいますもんね。あ、でコメント返しですね。もう何やってんだ私は。でついてくだ、ついたコメントは一見まあ嬉しいっていうコメントでして、これはあの選択肢を全部お見せしようといったところでついたコメントなんでありがとうございます。そうですね、やっぱり選択肢とか全部見せた方がいいですよね。といってもこの先選択肢あったかどうかは分かんないんですけど、まあ、そのうち一番最初の選択肢も、まあ、お見せしてもいいかなと。そうですね、あと視聴者さんに喜ばれる動画編集はどういうことをすればいいんでしょう。この辺りで良さそうです。一枚写真を撮りましょう。メニュー画面で調整をするといい感じだというのが分かりました。今回これからもこれを使っていきましょう。 OK、 この上の方行けばあの少女のとこ行けるんじゃないですかね。違ったかな。邪魔、あ、倒せなかった。こっちかな、どっちだろう。あ、こっちかな、うん、多分こっちだ。いたいたいた。オッケー、持ってきたよ。現像したら映ってないんじゃないでしょうね。杉は裏から撮ってます。すいません、撮影には万全を期しております。大丈夫かな。そうね、信じろ、あなた嘘つけなそうな顔してるもの。嘘はついてないと思いますけど、いろいろ感性がずれてるんで。約束の鍵、あとこれもあげる。曲がった鍵を入手した。グアバチャを手に入れた。あとこれとこれとこれも、サバ節と単管を入手した。あとこれもソーマを入手した。ソーマ、ソーマって一番いい回復アイテムなんで、これは嬉しいですね。これで少し軽くなったわと。ありがとうございます、大事に使わせていただきます。と、他に頼みたいことは何かあったかしら。それともサインが欲しいの。どっかのアイドルとかなんですかね、もしかしたら。いや、 いえ、それでは失礼いたします。アイディス、あなたがいい子でよかったな。君島さんなら殴ってたみたいな、そんな感じですかね。あとは気に入った、まだ何かあったら頼むわね。さて次はどこ行こうかなと。あとマイペースですね。これ本編に関係あるキャラですかね。なんか妙に無駄に個性が強いんですけど、違いますよね。まあここじゃあ鍵のところまでカットします。はい、これは大滝の右側ですね。曲がった鍵を使うと先に進むことができます。ここから海洋までは長かったかな。おっと、なんかキューブみたいなやつが、おお、どこの吹いてるやつもいる。危ない危ない。なんか見覚えのある地形がありますけど、まあある程度マップは使い回しされてるんですかね。なんかそれでちょっと迷いそうな気もするんですけど、ドッドッド。そろそろ海岸じゃないかなと。海岸でした。よし、おお、海ですね。まあ海岸だから当たり前なんですけど、もしかしてこれカーソルが映ってたりする。よし、失礼、ちょっとねマウスカーソルがねど真ん中にあったんでそれをどかしました。ここは、ここが海岸、海を、海泳いだりスイカを破断するところでありますね。破断、粉砕の方が近いんじゃないかな。もっと厚くな泳げるんだけども、南の島というほどでもないから夏にならないでもいいかなと。それよりやはりシャドウはいないようね。昼間ではダメなのかしら。何をするんでしょう。アイエス、準備が整ってるならここで夜まで待機してみる。シャドウが再び現れるかもよと。待ちますか。じゃあ、お、夜パート。
この浜はね、ウミガメの浜と呼ばれているの。ウミガメってありますか？ウミガメが産卵しに来るのに、極めて良好な自然環境でなければ産卵には来ない。そうですね、ウミガメの産卵できるところは本当に綺麗じゃないといけないから、国内では奇妙な場所で、しかも今海岸の埋め立てがね、目立つとか堤防を作ったり、テトラポッドを作ったりしたり、ウミガメはね、こうウミガメが産卵できないところが増えてるそうですね。どういう雑談を挟んでる暇はなかった、子供の頃ウミガメ自身を泳いだことがあるよ。ロマンがありますね。でも転校してからその話をしたら誰も信じてくれなくて、転校したらってことは中学か高校からのことですか、嘘つきって言われて、その時かばってくれたのが相沢だった。あれ、君島さんと相沢さん、まさかの同級生ってことは、君島さんの年齢って、しかしこれで2人の慣れ初めが分かりましたね。そんなことがあったんですね、昔の話を。だいぶね、なんだか君島さんは楽しそうであります。そう、予期せぬシャドウの発生、討伐は危機的な状況の発動を終われます。私はね、あれです、あなたといれば幸せなの。それがどこであって、どんな状況でも、本当に君島さんはアイスが好きなんですね。幸せ、難しい感情であります。いつかアイスにも別れ日が来る、私が必ずそうしてみせるよ。相沢さんじゃない、君島さんの真意が見え隠れしてるというか、空気にもないシャドウの襲来です。来ました、燃えてるやつが。アイス、どうやらエルンゲルというのは当たり前来るわよ、シャドウが。一応敵全部雑魚なんですけど、ボス戦だ。あたたたたた、痛い、まあね、出てくるまで時間があるんで、ここを狙えばどう考えても余裕なんですけど、まあ、タックル終わらせてしまいましょう。こういうとこもなんか言わなきゃいけないというのは、だから実況の辛いところではありますね。よし、そうね、何話そうかね。次の実況のこととか、あ、そういえばまだ見習い魔防衛機をアップしてなかったんですよ、前回の続きを。いかんな、もう録画してから2週間以上経ってしまって、もう次のパートも取れそうではあるんですけど、ちょっと時間的に厳しいかなというのがありまして、あれもいつまで続くのかなっていう気はしますから、私が楽しんでるんですけどね、本当にあれが伸びないなというのが正直な感想で、数字よりもね、なんていうか、見てくださっている方が本当に少人数であるのも楽しんでくださっているのかなというのが心配ではあります。やっぱりね、こうせっかく、ね、携帯アプリの実況っていうね、マイナージャンルに着手してるんだから、やっぱり面白い実況を撮りたいなという気は、もちろんあるんですよ。何よりも私が楽しみたいというか、敵、あれ敵いない、おお、まとめてきた、ペルソナ電光石火の出番ではないでしょうか。よし、ここだ。オッケー、まだ、よしよしよし、いい感じ、いい使い方だ。よし、完全討伐、討伐完了であります。お疲れ、アイリス。この海岸近くには国道が通ってるはずなの。まだギリギリバスに間に合うかもね。バス乗せちゃうんですか。疲れただろうから、それで帰っておいでって。このロボットに対して疲れてるだろうからっていうのはね、君島さんがアイリスをね、人間というか、もう娘ですよね、ほとんど。そう見ているのがね、伺えるところなんじゃないかと。というか、もういい時間ですね。今回もね、見てくださった方、本当にありがとうございます。今回再生数が2桁いくかな、いかないかなとか、そんな感じ、悲壮的な気がしないでもないんですけどね。まあ、最後の上げていきますよ、これは。最後ね、感動のラストまでね、やっぱりお見せして、ニコニコ動画にアップしてね、記録として残しておきたいなと思いますんで。では、今回もこれでおしまいということで、ご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回、よろしくお願いします。さよなら。
はい、皆さんこんにちは。はじめましての方ははじめまして。この実況は、携帯アプリ用ソフトペルソナ3やアイス・ザ・ファースト・ミッションを、実況している動画です。それではやっていきましょう。と進める前にまず前回のあらすじから、進めながら、前回はアイギスの演習のために屋久島の外から連れてきたシャドウが野生化してしまったため、それをなんとか退治しようということでアイギスが昼夜を問わず屋久島に繰り出して、結果的に夜の海岸でシャドウの群れを倒して、今回はバスで帰還というところであります。普段はねバス本当は乗っちゃいけないんですけど、今回は許可が出たのでバスで帰ることにいたします。そして演習5日目が始まります。屋久島演習5日目、今回の件についてキリジョウ当時様から当時様かなメッセージが届いている。みんな聞いてくれないか。読み上げるよ。屋久島の諸君、当主である祖父に代わり私から指令を伝える。演習用のシャドウが山中に散り広範囲に広がってしまった件、さらに原因は不明ながら増殖を続けていること、この憂慮すべき事態を早急に収束させてほしい。島民に被害が出るようなことは絶対にあってはならない。竹場君、君島君、くれぐれも人命を最優先にことを進めてほしい。佐山さんは頭数に入ってない。当然ながら相沢も、霧城としてはそのためにいかなる犠牲をも払う覚悟だ。おお、最悪七式を失うような事態も想定している。七式、アイギスのことですね。君島さんが色めき立ってます。七式アイギスを、そうですね、娘も同然のアイギスを失うことなんてできませんからね。でもアイギスは、ロボットですしね。で七式はこのような事態シャドウに対する緊急時に備え制作していたはずだ。万が一の場合プロジェクトの推進には五式と六式を当てる。ああまだ一式から六式までいるんでしたね確か。では諸君らの健闘を祈る。まあ冷酷な言葉というか、まあ仕方ないですね。これは君島さん納得いかないって感じですけど、以上だ。そりゃそうですよね。君島君、我々がアイリス君を失えばシャドウとの戦闘は不可能だ。うん、その通りし、シャドウを倒せるのはアイリスだけですから。当時様、竹地様、人名を読むのは本当に苦手なんですよね。もう漢字弱いっていうのはちょっと致命的かな。すいません。のお話はあくまで霧城としての決意と覚悟を述べられたまでだと思う。うん、そうですね。それぐらいの覚悟で当たると。まあ、上に立つものはそのぐらいの厳しさがないとダメですよね。分かっています。ですが、割り切れない君島さん。別に状況は変わらねえ。どっちにしてもやるだけだろう。相沢かっこいい。佐山先輩と、お任せください。対シャドウ兵器として相打ちも辞さない覚悟です。アイギスもねやる気満々で、戦ってこれることにそういうためらいはないんでしょうね。アイギスには悲しいことに。君島様、すいません、ちょっと席を外しますと、よほどショックだったんでしょうね。もうこの頃からね君島さんがだんだんなんか病んでるというか、まあ、大丈夫かあいつと、君島先輩はアイギス一筋だからちょっとショックだったのかもしれないです。君島君の中ではすでにアイギス君を兵器とは思えなくなっている。やはり心を待たせたのは間違いだったと、いろいろ言ってても仕方ねえ。できることやろうぜ。佐山、現在の授業を頼むぜ。現在は大滝付近に強い反応を確認しています。大滝ってあれですね、写真を撮ったあの80メートルあるという大きな滝のことです。滝か、海岸に行く途中だなと。アイギス、結局やるしかねえんだ。一匹残らず殲滅してやろうぜ。アイザー本当に威勢がいいというかかっこいいですね。了解であります。このなんていうのイケイケなコンビが結構好きですよ。アイザーとアイギスのアイアイコンビ、和気あいあいみたいな。君島さんとは話せないか。相沢と話しましょう。録音してるよね。悩んだって仕方ないさ。結局俺たちは戦うしかないってことだ。この人教官に抜擢されたってことはやっぱり戦闘系というか自衛隊とか軍隊とかそういうのに所属していた可能性は高いですよね。で腹くくったら腹減ってきたら酒でも買ってくるか。
さすが共感であります。理解不能な行動原理です。ほっとけ。面白いな、やっぱこの2人が、竹馬と話す。今あたらみんなで協力して一刻も早く事件を収束させるしかない。君沼君は少し疲れているようだが、彼女はプロジェクトでもみんなから信頼されている優秀な研究者だ。立ち直ってくれると信じているよ。間違った立ち直り方をしないといいんですけどね。開き直りと言いますか。では工房で行ってさあまた話しましょう。アイギス、僕ね本当は武器作るのそんなに好きじゃないんだ。そんな感じしますよね。このセリフはまだ聞いてなかったかな。だけど今はアイギスのために一生懸命作るよ。そうですね、強い武器があればアイギスが壊される可能性も減りますからね。結局みんなアイギスのことが好きなんですよね。僕にはそれしかできないからね。いい人だ。まあ戦うための力も守るための力っていうのはやっぱり必要なんですよね。じゃあ外に出ましょう。一回セーブしとくか。いや、セーブするとまたそこでカットを入れなきゃいけないからな。今回も一応レベルを上げたデータは用意しているんですね。どこまでやったかな、まあよく覚えてないんですけど、それを使おうとは思ってます。でもうレベル上げたデータを使うのはそれが最後で、もうあと、最後まではもうずっと録画しつつやっていこうかなと。この実況もね、これで第5回あとパート1か2で終わるんじゃないかなと思ってます。もうだいぶ後半まで来てますが、もう武器だって最強のがそれつつありますからね。実況はこれは1週間に1回アップしてるんで、だいたい全部だと2ヶ月弱ってところですか。長かった、まあまだ終わってないですけど長いように感じますね。どっちかな。そうですね、じゃあ今のうちに今回はコメント返しをしてしまいましょう。前回はね、あまりに愚痴っぽい実況になってて、あとで自分で聞いててすごい慣れたというか申し訳なくなったぐらい、消したくなったぐらいなんですけど、励ましのコメントとかもいただいちゃいましてね。それでは読んでいこうと思います。再生時間00010、10秒の方が待ってました、ありがとうございます。ではこんな実況でも待っててくださる方がいらっしゃるというのは本当に嬉しいことです。おっと、約過ぎた。待ってました、ボスとか待ってましたとか嬉しいですよね。これ名前覚えてますかね。ミロクスギ、この屋久島では確か樹齢1000年以上でしたっけの杉を屋久杉と呼んでて、これは屋久杉の中のミロクスギというのは前回の説明でしたが、あの後私調べたんですけど、ミロクスギっていうのはいわゆるフィクションのようですね。まあネットで私がざっと調べて見当たらなかった感じですけど、でいろんな名前の杉は確かにもう10本以上あるんですけど、ミロクスギというのはまあ見つからなかったなということで、もし屋久島行かれることがあってもミロクスギを探したり、まあ、さらにはその霧城エルゴノミクス研究所を探したりは絶対しないようにお願いします。地元の方に迷惑がかかるんで、単管でも買って帰ってきてください、お願いします。じゃあ次のコメントを返していきましょう。20分50秒、ギブアンドテイクか。これはですね、前回の非常に無礼な女の子の発言に対するものだと思うんですけど、一応ギブアンドテイクであるんですけど、なんだかギブばっかりしてるというか、別にあの鍵だって、おお、しまった、別にあの女の子のものじゃなくてどこから持ってきたものなんじゃないのかなみたいな気はするんですけど、ありがとうございました。なんかあのホテルの強いキャラがエルソナシリーズに出てきたりしたんですかね。で、24分00秒の方は、主の誠実さは伝わってくるよと、本当にごめんなさい。なんというか、そんなこと言っていただけるとは思わなかったんですけど、自分に本当に誠実さがあるなんて口が裂けても言えないですけど、ありがとうございます。これからも頑張っていこうと思います。もうなるべく愚痴らないように。本当にありがとうございました。というわけで、ね、次は大谷です。今アイテム持ってたところは前回女の子が言ったところです、ね、アイギスにたくさんアイテムを渡した後もあんな風にばらまいてたんでしょうか。なんてやつか、大滝が見えましたね。キルラッシュの方が刺激がするのでいいな。これはよしよし、ここから落ちるときっと早い。ダーッ、おっ、これは滝壺から光が。気をつけろ、シャドウの反応があるんだからな。
了解です。慎重に接近するであります。では入っていきましょう。すごいですよね。80メートルの先の滝壺に平然と立つバイニス。ヘビーブーツを履いたリンク並みって、お前どっから来たんだ。空気読め。入った入った。おお、迷宮ですね。これはシャドウの巣。気をつけろ、多数のシャドウ反応だ。それに通信が届きにくい。無理だと思ったら引き返せ。了解であります。慎重に探索を続けます。それではやっていきましょう。今回ですね、結構大きめの迷宮ということで、はい、これは実はエレベーターであります。これをね、押すとエレベーターがね使えるようになりますが、他のフロアのスイッチも起動しないと意味がありません。でね、実際このエレベーター使ったことはないですね。この一本道なんで、基本的に一本道というか、まあ鍵はあるんですけど、これはこのシャドウの名前、なんとかのマリアタコという名前だったかな。全球の鍵。あ、そういえばですね、この前部屋の掃除してたらペルソナ3のね、分厚い攻略版が出てきたんで、まあもしかしたらそういうの参照にしつつ実況するかもしれないなみたいな感じで見えていきましょう。はい、じゃあ全球の鍵を使いましょう。するとここが開いて、いよいよダンジョンの奥に入っていくことになります。確かね、ここでセーブデータ用意してたと思うんで、そうだよね、確かそうだったよな。じゃあ一旦ここで録画を切ろうと思います。ポチッとなと。はい、というわけで戻ってきました。レベルは20から27に上げてあります。他の装備は変わってませんね。一応武器はね、確かそう、全部 S にしてあるんで、これどれ使ってもあんまり変わらないかな。でもさすがにね、ディアマンテは一応近接攻撃の最強なんですけど、これを使うのはちょっとやっぱり体当たりになるんで危険かもです。というわけでね、今回じゃあ姫シャラを使っていきましょうか。姫シャラ、これは爆発するやつですね。片手武器の最強なやつです。おー、強い強い。確かまだこの辺は敵のダメージは1なんで、このレベルだとねそんなに苦労はしないと思うんですけど、おっと、あと、そうだったそうだった、レベルが上がったことでシャドウが最後のスキルエスケープロードを覚えることができました。これはあれでしたっけ、本編では風花が使ってるやつですかね。風花だっけ、なんかナビしてくれる女の子、緑色の髪のね。これ使うと拠点に戻ったりダンジョンから出たりすることができるんで、みんな危なくなったらすぐそれで帰ることができるように。よし、レベル上げすぎてしまうとあまりコメントをすることがなくなってしまうという、やっぱりこれは悪循環か、悪循環ではないけど、ちょっとまあサクサク。トラストジェム、トラストジェムは同じです。今のエスケープロードと同じ、逃げるというか拠点に戻るためのアイテムなんで、まあね、エスケープロードがあればこのアイテムほとんどいらなくなりますよね。よし、ん、あ、しまった、ログった。エスケープじゃない、コズムティ。よしよし、いいですね。何がいいのかよくわからないけど、この先の構造は私もよく覚えてません。今のフロアでずっとレベル上げてたんでね、ちょっとは強いシャドウが出てくるんじゃないかなと。おっと、このね、円盤、あー、しまった、もう下手くそ。やっぱこれ斜め打ちがね難しいんですよね、携帯だと。携帯の種類によってはそんなことないんでしょうけど、もし斜め打ちやりたいならやっぱり数字キーを使ってね操作しないといけないんですよね。まあ、これどうしても仕方がないというか。よしよしよっと、おっと、赤いやつはシャドウでしか動きが、シャドウじゃない、ペルソナの攻撃しか効きません。確かね、うっと、アイテムがあるか。よし、1の鍵、これはいくつの鍵まであったかな、 1,2,3 ぐらいかな。まあほとんど道に進んでいけば基本集まるんで、このダンジョンは。ですね、先ほどこの動画がこれ合わせるとあと 3,4 パート終わるかなと言ったのは、この次のダンジョンがもう最後になります。
ラストダンジョンで、ね、ラスダン二の鍵を手に入れました。というわけでですね、やっぱりアイギスタの冒険もハートショットですね。次の実況のことも考えなきゃいけないなという、励まされちゃったから次もなんか実況しようかなと思ってるんですけど、見習い魔王はぼちぼち終わらせますよ。これは3つの鍵穴が必要じゃない、鍵が必要と。こっち行けば3番目は多分あると思うんで、そこは問題ないです。次は何しましょうかね。本当このこと言っちゃいけないんですけど、やっぱり携帯っていうのは当たり外れが大きいと私は思う。だからね、初見やるのは結構怖いものがあるんですよね。面白そうと思ってやったらそうでもないなっていうのがたまにあるんで、基本的にねこういう有名ゲームのは大体大丈夫なような気がするんですけど、やっぱり見ていただいて楽しんでもらうためにはこういうタイトルは、まあ、聞いたことあるなみたいなゲームがいいんでしょうかね。これペルソナ3ですし、この前やったのがデビルメイクライですしね。となるとまたカプコンパーティーあたりでバイオハザードとかその辺落としますかね。あ、もちろんデビルメイクライ4の実況をね、デビルメイクライ4リフレインの実況をねやるのもありだと思ってますし、こっちかな、あ、こっちはエレベータールームか。よしよし、これで上と繋がりました。これで帰るに使えるけど、まあエスケープロードがあるんでそれほどこれは重要ではありませんね。よしよし、今日はどこまで行けるかな。今はカット入れてない段階で録画時間が17分30秒です。ってことはだいたい16分ぐらいになってるとは思うんですけど、おっとっと、炎だ。あ、ペルソナ種類とかスキルがあります。キルラッシュ、でも防御力は攻撃力が高いんでね。ほら一撃、いいな。一番最初のスキルが一番強いわけですね。結局もう地下3階、地下3階って今までのダンジョンにはない深さで、よし。おお、怖い怖い怖い、もう1000ダメージ。というわけでね、まあもしこれが終わってもなんか続編というか他の実況も見ていただければ嬉しいなと。まずはこれを終えることを考えないといけないんですけど、よし、ちょっとこんなにレベルを上げてあるんですけど、もうちょい進むとね普通にヤバい敵とか出てきちゃうんで、さあ3つ目のエレベーターもこれで起動することができましたと。そろそろボスじゃないかなと思うんですけど、これ勘なんですけどね。こっちに行くと何かがあるかな。おっとっと、危ない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 、怖い。キルラッシュ、よしよしよし。こんなラフプレイ、レベル上がってないととてもじゃないとできませんよね。何か来るか。おっ、もうでかい。あー、びっくりした。あ、え、42、え、マジで。これミノタウロス0式だか3式だかそんな名前だったのできたと思だったと思うんですけど、危ない危ない。42ダメージでしたからね。5発くらいは HP 満タンでもやられてしまいますね、これは。いやー、恐ろしい恐ろしい。ちょっとセーブしておくかな。カット、はいと。さっきのマップから右に進んだとこなんでそんな進んではいません。いやー、よし、なんか暑い日は続きますね。この前台風の後にもう台風終わったら秋ですよみたいなことを天気予報で聞いた気がするんですけど、まだまだ暑い、喉が渇く。これでこの扉を開くでしょう。奥級の鍵を使った。聞こえるか、アイギスかな。教官、微弱ながら聞き取れます。そうか、その先に強い反応を探知している。用心してくれ。強い反応、了解であります。ボスではないでしょうか。もう一回セーブします。しました。お、来ました。ちょっと
ここは右手に持ち帰るべきだとか左手で操作してるんですけど、これはさっき倒したやつの強化版かな、角が入ってる。で真ん中に出てきたのがこれはなんとかの騎士っていうタイプの敵だったような気がします。やばいやばい、ザコから倒しましょう。ザコから、あ、すごいばらまいてくる、すごいカーテンファイヤー。うわ、よしよし、あ、よし、ザコに潰した。ただボスだけです。これはね、あ、しまったしまった、あ、間違えた。この鉄砲攻撃はね、このキルラッシュで消しながら倒そうと言おうとしたんですけど、ちょっとやばい、やばいかな。メディカルパウダーを使いましょう。あんまり食らいたくはない。で結構敵の HP が高くはない。勝ちましたなんか敵の HP 結構残ってたように見えたんですけど、勝っちゃいましたねうん、やっぱレベル上がってないと本当にああいうやつは厳しいですよね。これは何だろう。お、鋼鉄サバートス、サバートス、サバートスですね。これが脚部パーツのランク A、ランク A ってことは次が最強、次は2番目に強いですかね、強いやつでしょうかね。これはちょっと画面がホワイトアウトしたんでカメラがおかしくなってるんじゃないかなという懸念はありますが、洞窟を抜けるとそこは海だったとね。大丈夫かなこれ、明るさ変わってないかな。ちょっとこれでよかろう。おお、断崖絶壁ですねこれ、恐ろしい。落ちたりはしないね、さすがにね。なんだこれ、はい、あ、これは今回スタートした海岸ですよねきっと。お、トマリ、トマリが先回りしやしてやがった。アイギス、トマリ、ストーカーかお前は。久しぶり、また会えるなんて、うん、どう考えても待ち伏せしてたしか思えないとか、山の中は封鎖したって言ってたのにおかしいね。トマリさん、1日ぶりであります。そうか、まだ1日しか経ってないのか。リアルでは多分21日、3週間ぐらい経ってるんですけどね、私の中では。すっげえ偶然、この島なんて結構広いのに偶然かっこ笑い。確かに確率的には低いと思われますね。でしょ、超ラッキーでは絶対ね。アイギスは、アイギスはいつまでこの島にいるの。少なくとも任務が終了するまで滞在は続くと思います。まあ確かにね。そっか、俺ももっといられたらいいんだけど、あ、もう金もないし、うん、自費で来てるのか。中学生ぐらいだと思ったんですけど、トマリさんはどうしてこの島に、うん、観光かな、うん、癒されに来たって感じ。日々に疲れたっつうか、あんまり子供らしい発言じゃないなと思ったんですけど、それ本編に出てきたあのショタキャラもすごい子供らしくなかったんで、まあこれがペルソナ3の伝統ってことでしょうか。俺ロ、俺浪人してるんだけど、受験戦争っつうか、そういうのもううんざりなんで。あれ、トマリ少年は18、19、20、そこらぐらい、そんぐらい。あれ、ずいぶん童顔な気がしたんですけど、あれ、そっか、いい年なのか。すいません、なんだかすごい勘違いをしましたね今まで。トマリ君はもう大人ということで、トマリさんも戦闘中でありましたか、ご苦労様であります。確かにね、受験は戦争ですよね、本当にね、そう思う。あ、うん、いやまあみんなしてるんだろうけどさ、まあ、大変なのは誰も同じですよね。大学行ったってやりたいことあるわけじゃないしと。なるほど、まあね、難しいところですよね。この島にいると帰りたくなくなるよね。そうなのかな、やっぱり一人で旅してこういうとこに行ったりすると、こう日常の煩わしさから解放されて帰りたくなくなるもんなんですかね。ずっとここにいて自然に囲まれて暮らす、いいよな、いいですね。アイギスもいるしねと、うん、それはどのように。おっと、保護者がやってきました。アイギス、何をしているの。君島さん、具合よろしいのですか。うん、大丈夫よ、別に体が悪いわけじゃないから。誰、君は。トマリって言います。トマリ君、観光者ね。あ、アイギス、もう一度ぐらいどっかで会えないかな。それはダメよ、君島さん厳しいな。アイギスは私の、うん、今講師混同しましたね。アイギスは特別なの分かるでしょうと。そうですよね、これなんかじゃ
投げ捨てていきましょう。了解です。ではトマリさん失礼します。今敬礼しましたね。トマリくんの寂しそうな背中なんか哀愁が漂ってますね。あなた自身が特別な存在になればアイエスと会うことも可能でしょうね、これはどういうことでしょうか。俺にそんなことできるわけないじゃないですか。若者にありがちな卑屈な感じですね。まあそうですよね。何かしたからって特別になることなんてそうないですよね。何が特別っていう定義もないですし、この世にはね、あなたの知らない力もあるの。興味があるのならロボまで訪ねていらっしゃい。待っているから。君島さんは謎の誘いをかけて、トマリ君を誘惑します。特別な力。なんかここだけ読むと、ペルソナ能力を与えるのかみたいな気がしちゃいますけどね。どうなんでしょうね。夜のラボ。君島さんが滝に向かって何か佇んでます。どうした、眠れないのか。あなたは何してるの。俺はこの島の空気を吸っているだけさ。だから相沢は格好つけてるわけじゃないのにがかっこいい、そんな感じがする。俺がこの男の自然体、自然でかっこいいっていうね、なかなかのイケメンです。せっかくの屋久島だぜ、もったいないだろ。そうだよね、ずるいね。いつでもそうやって余裕みたいね。昔からなんですかね、このアイザーのちょっとハスに構えた感じっていうのは。そうかな、私はそんな余裕はないわ。一瞬でも舞い上がってバカみたい。何のことだ。アイギスのことか。何でもないわよ。なんか君島さん悩んでますね、さっきからずっと。確かにお前は頭良くてよ、良すぎてたまにバカなことするからな。アイギス、アイギス、あなたにはどう見える。なんだ今さら。アイギスか、お前すげえもん作ってよ。そうですよね、言葉も喋って自分で考えて心もあって戦闘もできてペルソナまで浮いてしまうっていうね。ちょっとね、何でしたっけ、アシモじゃないけど、アイボでもないけど、なんかどっかの電気会社が作ったロボットあるじゃないですか。あれよりも全然すごいですよね。本当に天才だなって思った。本当に天才だよねこの人は。残念だけど私一人の力じゃない。まあプロジェクトがある以上それはそうなんでしょうけど、主任だって前の責任者が倒れて交代したんだ。あ、そうなんだ。じゃあなんていうか繰り上がりというか、まあもうなんていうの、転がり込んできた主任のなんていうの、位というかそんな感じですかね。それにパピオンハート、パッションなんだって。なんでもないわよ、あんたになんか教えない。こんなとこはちょっと少女っぽいのがグッと来ないか。パピオンハートっていうのはですね、まあペルソナ本編、いやフェスだったかな、やっていただければわかると思いますが、ちょっとアイギスのね重要なパーツといいますか要素です。まあいいさ、あれほどのロボットなんてこの世にはいねえ。そうだろう、アイギスはロボットじゃないよ。お前さんにはそうなんだろうが、確かに人間と区別つかねえ。私はね、アイギスを人間にしてみせる。そうか、まあ気長に考えろよ。お前がやろうとしていることは簡単なことじゃねえ。ここでね、アイザーがね、お前は何をバカなこと言ってるんだとかね、そういう風にねけなしたりしないところがねすごくいいなって今思った。気長に考えろよなんて、子供の夢物語にともかく自分と同じ年のいい大人が言ってるようなことにね、こう返せるのはね、なかなかすごいと思いますよ。そうかもね。早いとこ中に入るよ、俺と違ってバカじゃねえから風邪ひくぜって。相沢イケメンだな。でもね、今しかないのよ。天から降ってきたこの羽をつかまないと、もう私にはヤクシマ編集6日目。
といったところでね、今回は終わりになるんじゃないかなと思います。それではまた次回、さよなら。皆さんこんにちは。初めましての方は初めまして、アイギス・ザ・ファースト・ミッション第6回の実況を開始いたします。今回ですね、100周年6日目なんですが、早速イベントが始まりましたね。アイザーさん、おはようございます。君島先輩見てないですか？と、君島がいないみたいです。お、今朝見ていないな。いないのか。ちょっと今朝から姿を見ていなくて。便所じゃねえよな。まあ、アイザーのさすがのこの無礼というか遠慮のない発言が、みんなすまないが少しいいだろうか。あ、はい。今回の原因について調べたのだが、聞いてくれるかい？竹場さんはね、やっぱりシャドウの専門家だから、ずっと気にかかってたんでしょうね、今回の失敗の原因が。まず、演習用のシャドウは本来のシャドウとは異なる特性を持たせてあるんだ。ほう。聞いてはいるわ。具体的にはわからねえな。研究の機密なんだろう。こうなった以上、君にも知る権利はあるだろう。もともとシャドウは特別な空間、我々とは異なる次元に存在している。そうですね、本編ではまあまず具現化はしない。0時過ぎに現れる掛け時間という時間でしか遭遇できない敵ですね。しかしそれでは演習に使えないシャドウを見ることすら常人にはできないんだから。うんうん、そうですね。難しいな、俺の頭には厳しくなってきたぞ。そうですね、本編知ってる人から見るとシャドウが普通に森林歩いてるっていうのは非常に異常な光景ですよね。今考えてみると、とにかく我々はシャドウを通常の世界で動けるように調整した。てめえなんてことしやがった。それぞれのシャドウがごく限られた狭い空間をまとって活動しているようなものだ。ああ、なるほど。ちょっとしたバリアを張ってるようなもんかね。本来の研究には使えないが、演習用ならばこれでいい。近づくものに反応はするが、他の生物を食らうこともないからだ。ちょっと待ってくれ。食らうとはどういうことだ？人を襲われた人がシャドウ化するって。怖いですね。シャドウ化。これ、食われたら、影人間じゃなかった、なんか、無気力症みたいになるんじゃなかったですかね、本編では。マジかよ。そこまでやばいもんなのかよ。シャドウ化する人間ってのもね、どうなんだろう。ああ、おおむねそのような存在だと思っていい。ですので、シャドウと戦えるのはペルソナを持つ者だけなのであります。なるほど。アイギス君が倒したシャドウも調べた。調整自体はうまくいっていたんだ。だが、おそらく一体だけ、調整に失敗したが、得意な変化をしたシャドウがいる。こいつが他のシャドウを生み出すきっかけになっていることは間違いない。それ、さっきの話だと、犠牲になっている人がいるってことか。人間に対して干渉しないという調整は効いているようだ。ほう。これは大丈夫なんですね。だが、他の生物に波長が干渉してしまった。他の、もしかして、猿とかか。この島には猿もいるし、鹿もいる。他の生物もいるだろう。人間に被害出ていないのに、シャドウが増殖しているのは、そういうことだろう。今まで倒してきたのは、元猿、元鹿、元野犬みたいな。元々は普通の動物がシャドウ化したシャドウだったという。悲しいというか衝撃的な話でしたね。やっぱり大変なことになってるんだね。大変って問題じゃないですよね。もう相当やばい。元になってる一体を探し出し、殲滅するしかない。どこにいるんだ、そいつは。シャドウが集結する中心、そこにいるはずだ。目的が融合にあるのだ。融合？いや、とにかく強い反応の中心にいる可能性が高い。融合、何なんでしょうね。失礼、歌人がいるんでボソボソ実況ですけど、今日も佐山、今のところ反応は、小さな反応は点在してるんですけど、大きなのはないですね。そういや、君島くんはまだ戻らないのかい？あれ、竹場さん、先輩がどこ行ったか知っているんですか？今朝早くどこかに出かけたようだったよ。あ、目撃者がちゃんといるじゃないですか。もっと早く行ってあげればいいのに。この二人がいないいないって言ってるのを見えてるんだから。行方不明なのかい？
はい、僕たちは見てもいなくて、アイギス知らないんだよね。はい、今朝は全くお会いしておりません。すまねえアイギス、君島を探してきてくれないか。どこまで出たのかわからないが、ちょっと心配だ。了解であります。というわけでね、君島さんの捜索がとりあえず今日の最初のミッションであります。どこ行ったんだか迷子になってるんじゃないだろうな。君島さんはこの島の出身だそうですが、その確率は低いと思われます。うん、確かにね。ですが少し心配です。ああそうだな、アイギスが心配という感情を持っているというのはね、なんだかいいですね。非常に人間臭い。じゃあ工房にも顔出しておきましょう。心配だね、君島先輩。どうしたんだろう。昨日とか前回の最後で本当に参ってる感じでしたからね。で、今回は前回の続きで、レベル上げたセーブデータもないということで、アイテムとか完全に全部購入していきます。9個までしか持てないんですけど。あ、持てないかな、もうそんなに。これだけですね。で、武器は買えません。なんだか失敗した。やめる。道具も、これは、やだな、今持ってる僕の方がいいやつだよ。ということで、今持ってるやつの方が強いです。なので、ね、これがアイギスの装備としては最強状態。では、早速外に行きましょう。ね、多分このパートはセミファイナル、次回がファイナルになると思いますが、今回は2パートまとめ取りしようと思ってます。ですね、失敗しました。すいません。こっちか。あ、ちょっとぐらいディアマンテを使うか。なんと言いますか、それでまあ、米返しをしておきますか。前回つけてくださったコメントは、2件ありがとうございます。1つ、両方ともあのシャドウの巣というか迷宮竜宮絡みなんですけど、10分37秒、タルタロスみたいなものかな。そうですね、タルタロスっていうのがペルソナ3本編に出てくるシャドウの巣なんですよ。学校がそのタルタロスっていうのが変化したんですけどね。まあそれ今回も同じように自動生成ダンジョンではないですけど、タルタロスみたいなもん。でもう一つはシャドウですね、エレベーター付き、わらわら。まあね、シャドウも足疲れるんですよきっと。シャドウって文明の力を使いたいと、あれはと。コメントありがとうございました。あ、君島さんがいました。遠くからでもよくわかる緑色の髪。君島さん、皆さんが心配しておられます。そう、私と一緒にラボへ戻りましょう。はい、いいっす。私は今は帰れない。なぜでありますか。アイギス、生きていることの定義って何だと思う。生きていることの定義、命があることでしょうか。じゃあ命があることの定義はという、すごい難しい問題になってきますけど、そう、ペルソナを使うために心を染めていますが、機械の私が命があると言えるかは疑問であります。そうだね。でも私は実際に命があるかどうか気にしていないの。心があれば。なるほど。外見も機械であることも関係ない。触れ合える心があれば、あなたは生きていると。なるほど。確かに。ちょっとこれはね、人として重要な問題ですよね。機械ではなく、人間として生きているというはずよ。機械として生きているというのは、いけないんですかね。私がですか。はい、いいです。あなたは今でも十分に素敵よ。でも私は君がもっと人に近い心を持てるはずだと思っている。命、心、人間の心、私にはまだ理解できておりません。私が何とかしてあげる。だから今は帰れないの。またね、アイギス。君島さん。アイギスは手ぶらで帰宅です。アイギス、君島先輩は今は帰れないとのことです。なんだそれ、どこにアイスはいたんだ。ものすごいアイザーの目つきが堅能になってますね。魅力すぎでお会いしました。あんなところまで女らしいはきついだろう。あんなつもりだ。佐山君、今は気づいたんだが、研究室になった制御装置がなくなっているんだ。なんだそれ。シャドウの制御装置、編集のシャドウを調整するために竹馬さんが持ってきていた装置なんです。ほうほう、まさか君島君が
おい、ヤギス、君島は何か持っていたか、持っていたか。なんで今の持っていたひらがなだったんだろう。大きな機械を持っていたようです。こっち感じなのにね。それに違いない。てか、竹馬さんはあれですよね。君島さんが外に行くときに、それはその子見てたんだから、そんな大きな機械があ あるなら分かったんだら、分かんなかったのかっていう神々。それは何をするための装置なんだ。チャルの調整とコントロール。コントロール。ずいぶんご体操の機械だな。残念だが、目の前のシャドウにしか効かないからね。例えば、島全域のシャドウをコントロールするなことなんて、するなんてことはできない。練習場にも似た装置があっただろう。そうだった。まあ、よくわからないけど、君しかもっとわからないのは確かだ。確かに。確かし。俺が行って連れてくる。待ってください。魅力すぎ付近に強い反応あります。これは今までにない強い反応です。魅力すぎだと。まさか、君島のやつまだそこにいるんじゃないだろう。いるんじゃねえだろうな。まずい。無事でいてくれるだろうか。アイギス、結局はお前さんに頼るしかねえ。大シャドウ兵、そう、アイギス、出撃します。とにかく、魅力すぎ急げ。ミッション6、魅力すぎのシャドウ、殲滅せよ。ここまでが、11分ぐらいか。どのぐらいかかるかな、時間。とりあえず会話しましょう。これが多分最後の会話になると思います。ペルソナを持つものしか、シャドウとは戦えないか。イラつくね。自分が役に立たないとな。共感にナビをしていただければ、私は効率的な戦闘が可能です。役に立たないということはないはずです。おう、お前さんなかなか優位になったな。師弟の絆なんでしょうかね。頼もしい教え子だと。じゃあ今回ナビに期待しましょうか。竹馬さんともお話です。君にばかり戦わせて本当にすまない。私は平気です。私は平気ですとかけてるのかな、これは。私は大丈夫、平気ですみたいな。すいませんね。任務のために作られたのですから当然であります。しかし君には心がある。うん、ペルソナの死のためにはやむを得ないかと思います。戦いのために心が必要だなんて、これほどまでに酷なことはない。そうですよね。攻防佐山との君島先輩、一体どうしちゃったのかなと。それでは行きましょう。魅力すぎまでカットですかね、ここは。それではカット。はい、とね、魅力すぎまで来ました。おっと、魅力すぎの幹がなんか光っておる。ここにシャドウが、これはあれですね、ここはシャドウの巣があるって意味ですね。これは薬杉の鱗から光があるんです。そこにシャドウの反応があるんだが、ではおそらくこの光が発信源と思われます。なんだと、木の中にいるってことか。シャドウは空間に影響するそうですから、その可能性は高いと思われます。うん、空間に影響ということは、その、実際にない、その、なんていうのかな、四次元空間を作ってそこにダンジョンが存在しているとか、そんな感じですかね。君島のやつはそこにいねえのか。残念ながら付近には見当たりません。そうか、仕方ねえ。君島の方は、こちらでも探してみる。お前さんはそのまま光の中を探索してくれ。シャドウと蹴りをつけるチャンスだ。了解であります。侵入し制圧を開始します。この辺が軍隊っぽくてかっこいいですね。よし、では、ラストダンジョン行きましょう。やれやれだぜ。あっと、来ました。今回はレベル上げてないんで、ちょっと敵苦戦しそうですね。じゃあエレベーターも起動しておきますかね。今回は使うかもしれません。しかも今回エレベーターが左右に2箇所あるっていう結構広いダンジョンなんでね。ボスのこととはあまり覚えてないです。ずっと昔にクリアした以来、そのラスボス、セミファイナルボスは、その、なんて言いますか、全然、ロケハンしてないんで、もしかしたらやれちゃうかもしれませんよね。レベルも上げてないし。どうしましょう、どこまでカットしようかな。なんていうか、変わり映えのしないシーンはね、やっぱりカットした方がいいというご意見も、まあ、いただいたんです。そうするとちょっと実況が難しくなるかも、とも書いてあったんですけど、ありがとうございますね、コメントくださった方。それ前々回の子。動画だったと思うんですけど、まあどこまで勝つか、できればね、初見のマップは全部お見せしたかったんですよ。一度通ったところなんだ、まだしも。なんでね、まあとりあえずある程度お見せしますか。いろいろ話したいこともあるし、話したいことというか、まあ雑談タイムですね。
何を話そうとしたんだかな。そうか、人の心と命について、まあ、なんとなくさっきの会話を聞いてる思ったことでも、まあ、心があれば、まあ、生きてると言えるというのはまあ賛成かなと思いますね。まあ、生きてるっていうことの定義は、まあ、他人からその人を見た場合、まあ、大体心臓が動いてる、まあ、脳死についてはまあ諸説ありますけど、とりあえず心臓が動いて、まあ、熱力学的にこうエネルギーを取り込んでエネルギーを放出しているという状態であれば、まあ、生きているということはできるでしょう。ですが本人にとってね、生きているというのはね、やっぱり感情がね必要だと思うんです。まあ、言ってしまえば喜怒哀楽、私は特に痛い、喜と愛っていう、まあ、喜びと悲しみ、その二つがね、人生とか生きるということの、まあ、大元にあるんじゃないかなと思います。喜びなくして人生ではなく、悲しみなくして人生ではないと言いますか、その無味乾燥なね、笑いも涙もないね、そう生活を送ってても、やはり果たしてそれを生きてると言っていいのか。いや、もちろんそれ本人が生きてるっていうならいいですけど、なんていうかね、やっぱりその感情というのは、ね、大切だと思うんですよ。悲しみですら、ね、生きてることの証明になるんじゃないかなと。鍵を使いましょう。共満の鍵、なんだろう。よし、だからね、やっぱり心は大切だと思う。一つちょっとセーブしながらいきますね。すいません、ちょっと死んだらかっこ悪いんで。アイリスは心を持ってるというのがもう前提条件になってますけど、その心があるということと喜び悲しみが分かるということは、このゲームではなんか別のことのように扱われている気がしますね。とりあえずまず心がある、でも感情というのはまたその別である、そんな感じのね。あ、さやまだ、アイリス聞こえる、さやまさんでありますが、聞こえるであります。相沢さん、キムチマンさん、先輩を探しに出たんだ、だから僕は代わりだよって、相沢さんナビしてくれるんじゃなかったんですか。通信どこまで届くか分かんないから気をつけてね、了解であります。まあ、あまりナビが意味ないと言ってしまえばそれまでなんですけど、うわぁ、やばいやばい、今死ぬとこでした。ボス戦もあるんで、あんまり無駄遣いはしてもらえないんですよね。慎重に行きましょう。まあ、このゲームのオペレーターの心と誤算のメダル、メダルは2個必要だったと思います。心と感情はまあ別々に扱われてるなというのが一つでしたね。あと何でしたっけ、何を話そうとしたんだったっけな、すいません、やっぱりカットかな、ここは。そういえば皆さんは機械が心を持つことって可能だと思いますかね。私は可能だとは思うんですよね。まあ、人の心のあり方がどうかというものについて、私は二通りの考え方はもあるんですけど、まず一つは、人の心っていうのは脳細胞のこのシナプスの、こう電気信号のやり取りが司っているという考え方、まあ、これが今の感覚でいうところの、まあ、科学的一般的な解釈なのかな。でもこれはまあ、どういうメカニズムかっていうのは解明されきってませんよね。人の頭のどこで喜びとか悲しみとかを感じるかっていうのは、ある程度なんていうの、研究は進んでるんでしょうけど、まだまだ完全なものには至ってないと。でもう一つの考え方としては、脳はもちろん心を構成する要素の一つではあるものの、それだけじゃなくて、やはり霊的なもの、魂というものが人の心を、ね、心の本館である。そういう考え方。まあ、こっちのはなんかファンタジーっぽいけど、まあ、古典的というか、ね、すごく痛いこれ。でね、まあ、まず電車の考え方、人の精神というか心は脳の電気信号によって作られているという考え方ですか。だとするなら、私は機械を心持つことはできるんじゃないかなと。心ってのはめちゃめちゃ複雑に見えるものですけど、まあ、確かに複雑なんですけど、脳がやっぱりそれに
対応するぐらい複雑だからやっぱり心というものが作れるんじゃないかなと、その場合で、ね、だから機械もねそれぐらい複雑になっていくことができるならば、まあ、心を持つことができるんじゃないかなと。そう、考えることと心を持つことは、ね、ちょっと別次元、それは別次元じゃないかなと。こういう今のコンピューターみたいなデータ処理と、そう心を持ったりものを考えたりすることはね別次元のことのように思いますけど、まあ、物事っていうのはどんどん複雑化していくとどんどんすごいことができるようになるわけですよっていうのも、ちょっとなんとか具体的な例とか挙げにくいんですけど、例えばねこう人間の体を構成しているのも結局はちっこい分子の集まりなんですよね。でそういうのも、何でしたっけ、そういう本当に分子生物学とかやると分かるんですけど、本当に単純な機械なんですよね。どこに分子同士が出会ってどこをされてどう形が変わるとこういう反応が起こるみたいな、本当にね単純な、なんていうの、子供のおもちゃみたいな機械がこうたくさん組み合わさって人の体ができてるわけですよ。いや本当にそんな単純なものでこういうね、あ、レベル上がった、体温調整とか水分調整とかそういうことがねできちゃうようになってるんですよね、人の体って。だからね別次元のことにのように思えることであっても、どんどんね複雑化していけばやがては心を持つことができるようになるんじゃないかなと。自分でも何を言ってるかよくわからないし、それにしてもそうしても難易度が高い。もうこのね、なんとかダイスかな、なんとかのダイスっていう敵だった気がする。こいつが硬いわ、ほんま。だからコンピューターが本当に複雑化していけば、例えば量子コンピューターとかね、心を持つようになることができるんじゃないかというのが私の考え方です。やっぱここ機械がねこう魂を持つことができるかっていうのがね、まあ、どちらかというとこの物語はそういう考え方だと思うんですけど、なんというかね、私はできるんじゃないかなと思う。まあ、根拠はないですけど、逆に言ってしまうと、どうして人が魂を持ってるのという、人は魂を持てるのになんで機械は魂を持てるの、人はいつ魂を持てるのみたいな、そんな気持ちの悪い宗教的な問答になっちゃいますけど、まあ、人がね魂あるっていうのは機械だって持てると思いますよ別に。うおう、なんだこれでかいの、うおう、やばい、90、やばいやばいやばい、恐ろしい、恐ろしいよこいつは。何これ、グラフィックが荒くてよくわからない、どういう形の敵なのか。顔がたくさんついてる、気持ち悪いな、えげつない敵だわ。敵よしよし、扉開くかな、開かないね、鍵を取りに行かないとダメみたいです。ではまたカットを入れましょう。とこの緑色のやつが強いっすね、わぁ、うおぉ、HP6、 ちょっと火吹くやつ見えるかな、レベルアップしないかな、レベルアップすれば HP 全開するんですよ。この機械でレベルアップしてくれるとすごい嬉しいんですけど、わぁ、変だけ変だけ、その右手を解禁するべきかもしれない。あったあったあった、来るな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 、さあ盛り上がってまいりました。よしレベル上がった、32、レスキング全開、よしまたカットを入れましょう。カットを入れる前にどっちかな、左かな、うおあ、でもダメージが倍ぐらいになってちょっと倒しやすくなった、よかったよかった。もうね、レベル上げないと本当にああいう辛い戦いが待ってるわけですよこのゲーム。まあ、自然とレベル上がるようになってるんですけど、辛い戦いをやっておけば。にしても恐ろしいわ、おうおわ、罠罠、画面外から不意打ち、恐ろしいわ。よし倒した、もういないね。あ、ケースボーダス、これはうん、ついに最強の脚部防具が来ました。これでね、ゴールです。最強のアイリスが完成しましたけど、敵は不足してるのな、上手。怖い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 。
いい攻撃力だ。よしよし。で、ここの門を開けると。そろそろね、メダルが手に入るんじゃないかなと思います。これだ、きっと。裏切りのメダル。これは誤算のメダルの反対側だったと思って。誤算の裏側に裏切りがあるって。憎いというか、なんというか。よし、じゃあ一旦セーブして。あれを使います。ララポートじゃない。なんだっけ。テレポート。エスケープロードか。よし。で、入り直しますと。そしてカメラを調整し直しますと。はいと。ここでね、これ入り口の方にあった部屋なんですけど。これはね、誤算のメダルでここが開いて。奥にもう一つ扉があるの。こっちで。あの、なんだ。誤算の反対側に裏切りを使うのが痛い。裏切りのメダルっと。まあこれでいいでしょう。ちょっと倒しますか。倒してレベル上げるか。いや、いいな。あんまり上がんないな。で、こっから迷宮、なんだっけ、迷宮奈落の深部へと向かうわけですわ。お、通信が入りました。通信じゃない。お、あれですよ。一番最初に取り逃したあのシャドウで、それって私が滝の落ちた時、2日目の練習で逃がしたシャドウです。え、じゃあまた逃げ続けてるってこと。次に発見したら逃がさないでおります。どうやらあいつが全ての元凶のようですね。ん、なんでしょう。あ、いやまたあのシャドウです。今度は逃がさないであります。アイキスも必死で追うと、扉が、これはこの扉を一体、ひょっとして罠かもしれないよ。その確率はかなり高いかもしれないですね。けど、もしかするとあのシャドウ増殖の原因になっているやつかもしれないね。確かに、やはり逃がすわけにはいかないであります。行きましょう、扉の向こうに。よし、それじゃあ今回はこの扉の前で、うおー、扉の前でって言ったら、しかもカメラがおかしくなったと。じゃあここで今回パート、なんだ、6話終了といたしましょう。次はおそらくラスボスとエンディングとなります。クリアできれば、今回もご視聴ありがとうございました。中盤はね、なんだか命なの、心なの、持論をね、本当に意味のわからない持論をね、振りかざしてしまって申し訳ございませんでした。まあ、飛ばしてくださってる方は、まあ、飛ばしてくださってる方が賢明でしょう。でも聞いてくださった方、本当にありがとうございました。すいませんでした。ということで、じゃあまた次回もよろしくお願いします。で、ここで一旦録音を切ります。はい、それではパートならパートファイナルですかね、をやっていきましょう。と、これはおそらく迷路でしょう。ここは2択か。じゃあ右で、戻された気がするというか、しかもこれはあれですね、くぐるたびに画面がフラッシュするんで、そのためにカメラがおかしくなるという、非常に頭のくる状況なわけでして、じゃあ完全に加速でいきましょう。お、一回のミスで当たり引いたっぽいですね。これはどう考えても当たりでしょう。あ、聞こえる？聞こえますけど、ちょっとカメラを直します。あ、しまった、直せない。メニュー画面じゃないから。うわー、眩しいな。しまったな、何をやってるんだろう。もういや、これでとりあえず今は行きます。いいっす、聞こえる。かろうじて聞こえます。瀬山さん、かろうじても読めなくなった、困った。その先危ないよ、ものすごく強い反応なの、私も感じています。これは相当に強力なシャドウの反応であります。慎重に進むであります。気をつけてね。はいです。ったく、もうこのカメラはどうにかならないですか ね。他に携帯実況やってる方がいらっしゃるなら聞きたいところですけど、いませんからね多分。
はい、OK と。ただボス戦中もクラッシュして変わることがないといいんですけどね。多分あるよね。というわけで、はい、多分ラスボスの一個前、この空間はようこそアイです。君島さん、君島さん、なぜこのようなところに待っていたのよ。あなたが来るのも。何、嘘、先輩、どうして。君島さん、ここにシャドウが来ませんでしたか。追ってきたはずなのですが。シャドウ来ていないわ。少なくともあなたの追っているというシャドウはね。そうですか。でも君島さんが無事で何よりです。きっとシャドウはあの迷路のところでまだ迷ってるんですよ。かわいそうに。私と一緒に戻りましょう。ダメよアイリス。君島さん、私用意したんだから、あなたのきっかけを、あなたの心を振り動かし、命に気づくきっかけを。おう、きっかけ。君島さん、どうしてしまったのですか。また私に理解できないことばかり。私は不足でありますか。君島さんの望まれる対シャドウ兵器として不足なのでありますか。違う、違うのよアイリス。あなたは兵器なんかじゃない。あとほんの少し、ほんの少しのきっかけがあるだけで、あなたは気づくはずなの。自分自身の命、生きている証に、命の価値、命の証、愛情、幸せ、喜び、あとほんの少しで。そうしたらもうあなたは兵器じゃない。一人の命を持つ人間になれるのよ。だって私はそのようにあなたを作ったのだから。そう、アイリスが喜びを感じるとしたら、それはアイリスの生きてる証拠になりますよね。私は本当にそう思いますよ。君島さんの言ってることはまあ狂ってるように見えますけど、私には正しいというか、まあ、理論的なことであるように思います。おお、いきなり愛憎が君島とね。すごいな愛沢さん、ここまで、あの弾幕エリアをくぐり抜けてきたのか。アイゾー、まさかこんなところまで何をしに来たの。そんな傷だらけになってよく生きてるね。うん、お前を探しに来たんじゃないか。いいなこの二人の仲が。お前が何考えてるか知らんが、首に縄つけてでも連れて帰るからな。残念ね、もう止められないのよ。おいで私のシャドウ。え、おー、でけえ、なんだこいつ。記憶にないわ。なんていうかあれですね、風のクローナーのガディウスを思い出しますね。顔が3つに黒いボディ。お前どういうことだ。私みたいにアイリス、あなたの戦うところをね、気づいてた。今までね、あなたの戦ってるところ一度って見たことがないな。あれですかね、お母さんが子供の授業参加に来たがるのと同じような気持ちでしょうか。だから今見せて、あなたが対シャドウ兵器だというのなら戦ってみせて。アイリス、このシャドウの声は記憶にある声。トマリさん、トマリ君は君島さんにこんな風にされてしまったの。どういうことだそれ。一体どうなってるの。気づいたよね。そうよ、このシャドウ私が人間から作ったの。おぞましい。だからとても言うことを聞くのよ。さあトマリ君、その特別な力アイリス見せてあげる。君島さん、それはやっちゃいけなかったな。アイリスよりも強ければきっと尊敬してくれるわよ。アイリス死んじゃうよ。さあ行きなさい。君島さん、やはりそこが狂っていたか。残念だ。トマリさんを倒すわけにはいかないのかな。アイリス的には本当にトマリさん、アイリス、そいつが人間になってなら下手に攻撃はできねえ。ですがシャドウを野放しにするわけには。ほらどうしたの、戦わないの。あなたは兵器でしょ。どっちだよ。私は対シャドウ兵器、任務を遂行し。やめろ、上官命令だ。戦うな、アイリス。私は
二つの矛盾した感情がアイリスを苛む。これが君島さんの言うアイリスの心のきっかけなのか。ああ、倒すべき相手、守るべき命、そうか、命というものに気づかせると、このためにトマリは犠牲になったのだ。どうすれば、どうしたら。待ってくれ。おう、竹馬さんがいきなり、竹馬、アイギス君、そのシャドウは寄せ集めなんだ。人間をそのままにシャドウにしてるなんて、シャドウにし愛するなんてできない。君島君はおそらく人間とシャドウを結びつけ、仮に融合させているだけのはずだ。なるほど。シャドウと少年を結びつけている物質を破壊すれば、少年を殺さずに済む。やめて、邪魔をしないで。まずはシャドウにショックを与えるんだ。何らかの反応を示すはずだ。お、盛り上がってきたな、ビジェンは。了解であります。人命を優先しつつシャドウを殲滅します。どうやんだっけ。おー、来た。当てればいいのかな。おー、なんか走ってる走ってる。 HP ゲージが出てる。上だ。おお、怖い怖い怖い。ん、あ、これだな。これ壊せばいいんだ。違う、ペルソナじゃない。ウェポン、こいつこそきっとディアマンテだ。そうだな。ほら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 。おお、強い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 。で、ここですぐに、なんだ、プレアです、変更。で、おなになになに、痛い。なにこれ、超痛い。ちょっと炎攻撃の時には回避に専念しようって、そういうことか。顔が3つあるから攻撃は今の3種類かな。お、赤だ。多分これが攻撃のチャンス。よし、できた。おお、この繰り返しだな。よし、分かったぞ。思い出してきた。斜めぐらいがいいかな。お、赤赤赤、ラッキー。お、早っ。あ、いや、サクサクですね。おお、これは倒せたかな。ふぅ、止まりだ。しかしロニーゼも屋久島に来てロボット少女に誘惑、惚れてその保護者に誘惑というか悪魔の誘いを受けて変な化け物に刺されて、挙句の果てにはそのロボ少女に撃ち殺される。まあ殺されちゃいないけど、なんていうか、かわいそうな男だな。失礼。君島さん、どうして。斜めに階段を降りてる。不思議な。彼はこの島に残りたいと言ったの。アイギスに会いたいと思う。だから与えたの、特別な力と、島に残れる理由をね。それ奇弁だろう。関係ねえだろ。そんなことアイギスは聞いてねえ。そうだ、私にはどうでもよかった。シャドウもキリジョグループもどうでもよかった。私は命を作り出すことができればよかった。利用できる全てを使ってアイギスの心を揺らして命に気づくきっかけを作りたかった。あのガキはその犠牲者が。そうかもね。無事な可能性は低かったでしょうね。バカ野郎、なぜそこまで。すみません、すみません、君島さん。私が君島さんの期待に応えられないばかりに、アイギスはかわいそうだ。なんだか、アイギス、違う、違うのよ。あなたが謝ることなんて何もない。私がアイギス、危ない。おお、アイギスか。
この野郎、キムシマさん、マジでキムシマ、こいつは傷が深い。どうして、キムシマさん、私は平気です。私を飼う必要などなかったはずです。そうね、アギス、私はいつでもあなたを人として見ていたから。キムシマさん、あなたがさっき見せた戸惑い、命の価値と向かい合った時、その先に心の命の意味がわかるときは、そんなこと意味なんてどうでもいいであります。キムシマさん、あなたがいなくなってしまった、私はないです。私だってあなたと離れたくなって、なんだってこんなバカなこと、待つことだってできたはずじゃないか。違う、違うの、もう今しか時間が、練習が終わればアイギスは私の手を離れて、そうか、練習の間に何とかしてアイギスを心を持たせたかったのか。私、キムシマさんの言うようにちゃんと心を理解できるように、人間になれるように尽力するであります。ですから、お願いですから、アイギス、ごめんね、アイギス。私のアイギス。アイギス、任務だ。シャドウを、逃げたシャドウを倒せ。あいつが、練習で逃がしたあいつが全ての元凶だ。はい、対シャドウ兵装アイギス、シャドウを殲滅します。クソ、なんていうか、こっちは生きてるんだよね。いたたまれねえ。死んじゃうか。シャドウ許せねえ。ああ、しまった。またフラッシュが来た。最大の敵はフラッシュだな、このゲーム。暗いですが、少しだけこのまま続けざるを得ません。ここは魅力すぎ。あ、見えますかね、シャドウが木の裏に向かって走っていきます。おお。うお、こいつラスボスか。こんなラスボスだったか。シャドウ、木と融合した。シャドウ、私は任務に従うだけで、あなたに恨みがあるわけではありません。ですが、この私の中に芽生える感情は、行き場のないこの思い、兵器として不要なこの感情を、あなたとの戦闘につけます。失礼しました。行きましょう、ラスボス。ディアマンテで呼ぶがある。何力を与えられるのここだけですかの、ね、おーレーザーがいって、あれは危ない気がする。相手の攻撃力は分からないから。おお、やべえ、次はまだ90クラスかい。もう怖い、これが怖いな。しかも、これ下手するとレーザー、電撃を食らった直後にレーザーが来たりするよ、なんていうか、一発で終わった状態になりかねないんで、ちょっと無茶はできま、ああしまって、爆発の範囲がそんなに広いと思わなかった。クソが、
HP も高いしな。あ、いけるいける、山で当たる。あ、これはやばい。連続できた。弾を3発撃った後にこれがね、しまった。また来るぞ、また来るぞ。おー怖い。姫シャラがダメージ低いな。あ、しまった。近接攻撃はこれが怖いな。おお、また来た、また来た。怖い怖い、あれが怖い。これはチャンス。これだ、ドリル、ドリルが当てるチャンス。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。これだ。おお、なんだ、回復でもなきゃないよね。爆発するとか、そっち系。うわ、なんだよ、あの緑色のでかいやつか。私、俺も嫌いな。あ、やばいやばい、追い詰められて追い詰められて。おお、雑魚に構わないで早く終わらせた方がいいな。雑魚に構わないとか言ったら雑魚はこっちまで走っていきやがった。失敗失敗、ほとんど無言プレイになってるわ。あ、でもだいぶ HP 減らしてる。これはチャンスだ。だいぶあの炎を吐く敵はこっちまで走ってこないから放置しておいても大丈夫そうだな。あ、しまった、向こうに行かれると自分が移動しないといけないから、辛い。あ、でも射程があるから、大変から攻撃してれば。あ、危ない危ない危ない。あ、危ない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 。来てる来てるよ来てるよ。いけるんじゃないか、どうぞ。やばい、またザコが増えた。あれを放置しておく、ろくなことになったら倒しておこう。倒せるの、倒せるのかな、倒せる。あ、卵の状態なら一発なんだ。倒しておけばよかったな。痛い、とても痛い。あー、やばいやばいやばい。もっと練習しておけばよかった。倒したんじゃないか、これは。倒したところでカメラがおかしくなったから即座に直す。流れるような修復作業、いけました。倒しましたよ、これは。カメラおかしく、なってるね。しまった。読めない。私が読み上げるしかないか、これ。任務完了。シャドウの完全な消滅を確認しました。本当にすいません、カメラがどうにかなってくれればいいんだけど、本当に。とほほ、少しはマシになるかな、これで。こうやってガンマを調整すれば、あ、見えるかな、これでギリギリ。相沢さん、君島先輩は。Thank you.
ああ、話はつけてきた。この島の景色のいいところにな。あいつはここで生まれたらしいしな。すいません、書院でもないので、面倒なことばかり。んなことはいいさ。あいつとはずっと昔からの腐れ縁だ。そしてね、高校からでしたね。少年の方はどうした？トマリ君は体調に問題ないです。明日にでも、ケリ城の手配で地元に返すと思います。そうか、それよかったな。ただ、アイエスが。アイエスはどうした？本部の決定ではアイエス、記憶を消すことになるって。なんだと？全部か一部かわからないんですけど。少なくとも、君島さんとその周辺に関わる事故は、気に入らねえな。臭いものには蓋ってか、切ないな、これは。今まで君島さんがやってきたことも、全部、君島さんが注いでくれた愛情も、起こしたことも、全部消すってことですよね。悲しいですよね。思い出消えちゃうなんて。機械は機械ってことなのか。アイエスはまだ知らないはずです。そうか。知らないままの方がいいだろうな。明日、私と竹馬さんは本部に報告に行きます。相沢さんは？俺も帰らないとな。ガキも待ってるしな。ここは覚えてたんですよね。相沢さん、お子さんがいるんですか？って。まさか相沢が結婚してるとはこういうの思いませんでしたよね。もう感覚というのは、君島といい関係なんじゃないのみたいな。そんぐらいの想像は、皆さんなさったんじゃないかなみたいな。意外そうな顔するんだよ。ごめんなさい。いえ、なんか意外で。で、そのままですね。普通だろ。意外と普通だからな、俺は。君島やアイギスと比べるとな。じゃあ、帰る準備をするぜ。それじゃあな。あの、君島先輩。先輩はどうして？どうしてあんなことを？あいつが何を考えていたか、それはあいつにしかわからねえさ。ただあいつは選ばなきゃならなかったんだろうな。二択のどちらかを。このまま演習を終えてアイエスと別れるか、すべてのチャンスを利用して最後の賭けに出るか。決断の時あいつは、今しかない特別な機会、天から与えられたチャンス、そう思ったんだろうな。僕、先輩が最初からみんなを騙していたのかなって疑ってしまって。それはねえな。おー、なんか相沢のやっぱり君島のことをよく知ってる古い付き合いだな、だからこそ言えるセリフだな、このそれはねえなって。いいなぁ。だったらもっとうまくやってるはずだぜ。あいつだったらな。いろいろとありがとうございました。じゃあな、俺は行くぜ。さえまさんと話しましょう。あ、イエス。私ね、この仕事辞めようと思うんだ。私？セマさんが一人称を僕から私に変えた。かわいい。大学で君島先輩が憧れてグループに呼んでもらって。でも、もう君島さんもいないし、辞めたら何をなされるんですか？うん、そうだね。何か作ろうと思ってるよ。今度は武器じゃなくてね。役に立つものを作りたいんだ。君島さんみたいに頭は良くないし、手先で作れるものをね。ここで選択肢が来ちゃうか。そっか。これも3回取るとなるとボスを3回倒さなきゃいけなくなるわけですけど。セーブできたのかな、今のところで。しまったな。どれがいいかな。アイギスだったらどれを聞くと思いますかね。
あんなに武器を作ってたのかな。あんなに武器を制作しているのですから、相当な知識はお持ちのはずであります。確かにね、大変だよね。少しもったいないような気もします。え？やだな。何も出ないぞ。とにかくね、武器じゃないものを作りたいんだ。だから、アイギスとまた会えるかはわからないけど、その時にはね、胸張って作ってるって言えるようにしたいんだ。サヤマさんの記憶もアイギスから消えちゃうのかな。アイギス、楽しみでしているであり、あります。一人称アイギスになってるか、なんか、なんだか、なんだろうな。この最後だからっていう特別感が、もう選択肢出ないかな。アイギス、相沢さんなら海岸にいるみたいな、行ってみたら。なるほどね。セーブできたのか、しまった。あとでお見せしますかね。竹馬さんと話しましょう。君には辛い思いばかりさせてしまったね。心があるからこそ、辛いことも嬉しいことも感じられるのだと、なんとなくですが、わかるような気がしています。ただ、アイギスが辛いって感じているのも、心がある証拠ですよね。君島君は研究のすべてを君に注いだんだね。そして、自分自身の周囲もすべてを注ごうとして、彼女は最後に間違ったことをしてしまった。だけど、研究者として、彼女の行動は理解できる。我々研究者はいつだって、計りにかけているんだ。自分の研究とそれ以外の大切なもののどちらを選ぶべきなのか。そうだね。ああ、ここも選択肢が。竹馬さんもね、自分の研究と家族をね、家族を犠牲にしてますよね。家に帰れてませんし、それ以外。竹馬さんにはそれ以外に大切なものは終わりですか？ああ、あるよ。かけがえのない大切なものはね、それを守るためなら僕は全てを投げ出すだろう。研究者としては失格かもしれないで、ご家族ですね。いや、研究者としては素晴らしいと思う。アイギス、相沢さんなら海岸にいるみたいよ。行ってみたら。了解であります。ここで一応セーブして他の選択肢も見せてから外に行きましょう。それでは全ての選択肢を選んでみましょう。まず佐山さんと、あれです、私ね、ここはいいんだ別に。そう、最初に選んだのはあんなに武器を。それでは、それは良いことです。それは良いことですね。武器以外というとどのようなものでしょうか。まだ決まってないんだけど、工芸品とかかな。掘ったりするの得意なんだ。応援しています。田山さんならきっといいものを作られてあります。ありがとね、アイギス。次は竹馬さん。ここか。それ以外は確か家族のことについてだったかな。では研究を選んでみましょう。研究者という職業であれば研究を取るべきではないのでしょうか。それは確かに魅力的な考え方ではあるね。その方が優秀な研究者であると言えるかもしれない。そうかもしれませんね。研究者ね、難しい職業ですよね。最後は仕事が辛い。仕事が辛いということでしょうか。そうだね、そうかもしれないね。武器を作ってるとね、うまくいっても失敗しても犠牲が出るんだ。今回だって僕のミスがなければシャドウも逃がさなかったはずだし、練習が大変なことにならなかったんだ。そしたら君島さんだって。それは考えすぎであります。そうだよ。アイギスがレールガンでも持っていれば最初にシャドウを逃がさずに済んだかもしれないけど、でも、この人はミスなく武器を作ってたと思うよ、僕は。逃がしちゃったのはね、橋が落ちたのが問題だったんじゃないかな。で、すべての事象は一つのことだけは原因ではないはずです。確かにね。ありがとう、アイギス。ダメだな、お姉さんは。年下に励まされてたらしょうがないよね。そうですよ。私はまだ1歳にもなってないんであります。そうだったね。そこ作られてまだ1年も経ってないわけだ。竹馬と話すか。最後ね。ちょっと飛ばしますよ。では、難しいを選びます。難しい議題ですか。全てを入手するのは困難ということでしょうか。
ああそうだね、誰だって思いのままにはならない。うん、終わりかい。そうだね、何も思うようにいかないよね世の中。よし、じゃあ最後は共感とお話ですね。ここに来るまで2回ボス倒してますからね、選択肢見るために。では行きましょうか。お、アイス、どうした？教官はここで何をしてるでありますか？ああ、帰る前にな、見てただけだよ、この島をな。この海岸には、ウミガメが来るそうです。君島さんが話されてました。話されてましたか？ちょっと見てみたかったですね、皆さんと一緒に。でも、忘れてしまうんですよね、皆さんのこと。アイス、お前、知ってたのか。任務に支障が出る帰国は削除される可能性があると運用マニュアルに定義されているはずです。君島さんの行為は霧城及び任務に対する背任行為として抵触するはずであります。訓練無駄になっちまったな。そうだね、相沢からこう教えてもらったことも。でもそんなことないですよね。でアリマス区長はその本編のアイギスにも受け継がれてるわけですから、それそのでありますという語尾こそが相沢と君島と佐山がいたなんていうか証拠じゃないでしょうかね。えそれ皆そうですね、皆さんのことも少し寂しいであります。そう思うとこのでアリマス区長もねちょっと聞くと嬉しくなってくるね。寂しい。アイス、お前、私は兵器であります。私の感情に関わらず次の任務が来る日までは待機を続けるであります。そして同時に私が心というものを理解できる日を、自分の命を認められる日が来るのを待ちたいと思います。たとえ記憶が消されてもその日が来ると。君島さんはそう制作したと言われました。私は機械ですから、記憶にかかわらずそうなれる機能を持っている、そうなれる機能を可能性を持っているはずです。そうか、信じているんだなあいつを。私にかけてくれた言葉、結んでくれたリボン、それにすいません、うまく表現できないんですが、優しさのような、いや十分だぜ、聞かせてやりたかったぜあいつにな。そうだね、うん、このアイスの口調もリボンも君島の与えてくれたものはずっと記憶消されても引き継がれていくんだと思いますね。アイスの記憶になくても気持ちの良さそうな海ですよ。入ってみたらいかがですか。なんだいきなり、おーし入ってやろうじゃねえか。で冷てまた泳ぐ季節じゃないだろ、5月だぜ。当然であります。ですが教官であればもしやと思いまして。お前さん人なんだと思ってる。もちろん教官であります。とんでもない教え子だなお前さんは。お前さんではありません、アイスであります。そうだな、お前はアイスだな。教官に一言言いたいことがあるのであります。なんだ言ってみろ。演習のご指導ありがとうございました。1995年、1999年5月、屋久島演習、終了。
これが本編で語られなかった10年前のアギスのお話でした。エンディング始まりましたね。企画ゲームデザイン深山ちょっと最後の方涙ぐんでしまってるのでうまく言葉が出ないんですけど、私はこのゲームすごい好きですね。やっぱり最後の敬礼のシーンとかは覚えてたんで、あれを見たいがために始めたものであるんですが、こう今見るとやっぱり別の感想はいろいろ浮かんできますね。であります、区長の重さとか、てかアイリスのね歴史と言いますかね、一人一人の作り込みが深いゲームですけど、ペルソナ3ってアイギスは特に深いですよね。フェスでは語り部にもなってますし、いいゲームだった。まあもちろんゲーム性というのも、私は結構連打で攻撃ができるっていうのはなかなか好きでしたね。連打振って移動と攻撃が一緒っていうのがね、これは携帯での操作に非常にマッチングしてるというか、なかなか工夫されてるいいとこだったし、敵のねちょっと高さとかね、それ掴みづらい難しさはあったけど、失礼、それを補うためにね、こう範囲の広い攻撃もあれば威力の高い狭い攻撃もあると、いろいろそういうねバランスも調整されてて、で BGM もこれオリジナルですよね。これ メインテーマもですし、これもですし、まあ携帯にしてはすごい作り込みのね、作り込みという点ではね、すごいトップクラスだと思いますよ、これ。やり込みはね、それほどできるゲームではないんですけど、本当にね、一度、ぜひとも遊んでもらいたいな、そんなゲームですかね。本当にアトラスさん、面白いゲームを、いつもありがとうございます。女神先生は、初代からずっとファンですからね。懐かしいなぁ。フィン。というわけで、アイギスとの冒険はこれで、終わりであります。じゃあタイトルでお別れとしますか。実況始めてから7週間ですかね、だいたい2ヶ月ぐらい、これお付き合いいただいたか、お付き合いしてくださった方、本当にありがとうございました。それでは次回の実況は何なのか分かりませんけど、ご視聴ありがとうございました。さようなら。